俺らのラジオでは完全にバカにしてる。もうなんか、はい、僕はもう知ってるからなんかあんまこう茶番的なやり取りをまあしたくないんですけども、春日さんがいないじゃないですか。そうそう、ちょっとなんか仕事で遅れてくるみたいですね。あ、そうなんですか。そう仕事でなんか あるみたいですよ。あ、なるほど。はい。なるほど。わかりました。じゃあ僕も途中から来てくれるんですよね。そうです。今日ビビって逃げたとかじゃないですよ。ビビって逃げたとかじゃないですね。ですよね。なんか、あれは伝えてあるんですよ。うん、マスオさんがラジオで、このラジオで言ってた、そのどういう服装で来るのかっていうのは。いや、だからそれは、はい、僕は別に服装を指定したわけじゃないんですよ。そうですよね。僕にとっては、はいはい、だからサンタさんなんですよね。だから、ね、いや、それはもしかしたら、ね、もしかしたらね、春日さんは、ただのお父さんなのかもしれない、うん、けども僕らみたいなそのね春日に夢を持ってる少年たちの前では常に春日でいてほしいっていうことなんですよ。でも逆に、はい、マスオさんが春日に夢を持ってくれてるっていうのがいや僕の中ではだってそうですよ。だからテレビでね、はい、あえて全部自宅も公開して、はい、もうあそこまでを春日としてるわけでしょ、はい、あそこまでを春日としたらもう全ては春日じゃなきゃいけないわけじゃないですか。本当つい最近でしたよね、スクール革命っていう日程の番組見て、若林さん、春日さんって滑りキャラになってるんですかってびっくりして、で言ってもそんなになんか春日さんのやつを追って見てるわけじゃないから、僕の中ではあの春日さんがのイメージだったんですけども、うん、だからもう今ね、今日遅れてきたっていうのも、はいはいはい、ほら漫才の時にこう遅れてくるじゃないですか、こうゆっくりあれのちょっと場所遠いから、まだ今向かってんすよ。スタートはね、スタートは同じなんですよ。若林さんとスタートライン同じなんだけど、若林さんは、ね、ここに。歩くのが遅いから遅れてる。遅いから遅れてるっていう演出なんだったとしたら、もうすごいなって、俺の中でもう。ギャラもらう大人としてアウトじゃないですか、それ。いや、だから夢をね、やっぱり壊してほしくないというか、なんか俺の中でやっぱりちょっとこう、なんていうのかな、こう、一つのキャラクターというか、ね、多分僕みたいな少年が全国にいると思うんですよ。で、もしかしたらその夢を壊された少年もいると思うんです。スクール革命見ただの、なんか私服で歩いてる姿見ただので、で、どうも春日っていうのはあのままじゃないらしいぞっていうのを、で、小学校で、でも春日は春日なんだって信じきってる小学生もいるわけですよ。その子がいじめられるんですよ。違わい春日はいつだってピンクのベストないっつって。お前バカかお前よとか言って。芸能人がお前そのままの印象で普段いるわけないだろうとか言って散々いじめられてるんですよ。なるほど。で、家に帰って両親に話すんですよ。ね。そしたら両親は優しいから、ね、そうだね、春日はずっと春日なんだよ、つって、春日さんのところに手紙が来るんですよ。一通の手紙が。なんかそのバカリズムザムービーみたいな話で、ある時学校でいじめられてるね、その子がいじめられてるところに白いスレックスにピンクのベストを着た春日さんが来て、やめるたまえ君たちトゥースいろいろ混ざったね。ベイブルースとかなんかそういう感じがサンタクロースとか。その春日さんであってほしいんです、はい、僕の中では。そうですよね。はい。いや、それとか自分の相方だから、しかも、その、いろんなタレントがいる中で、マスノさんがそう思ってるのが意外なんですよ。結構マジでそう思ってるじゃん、ところあるじゃないですか。なんかちょっと特殊じゃないですか、あの人って。多分俺、他の人ではそこまで思わないけど、やっぱあの人は、ちょっと漫画ですよね。確かに。だから、ね、その、自分じゃ気づかないですけど、僕は。うんうんうん、確かに、そういう風に世の中に出た人なんだなって、改めて思いますよね、そう聞くと。絵のタッチが違うんですよ、二人で並んでると。だから。そっか。そう。隣に劇画なんですよ。混ざっちゃってんすね。混ざっちゃってんすね。劇画と。そう。ねえ、じゃあまあ、で、僕はじゃあもう、その設定として、来てくれるんだっていう、はい、設定って、でもあれですけども、そうです ね、まあ。僕もどっちなんだろうなとは今思ってるんですけど。そうですよね。はい。だからもう本人しか今知らないんですよね。どっちも何もよ。だからもう僕は知らない T シャツの人来たらもうそれはもうちょっとあれ入り口で止めてほしいですし。そうですよね、うん。バカリズムの中ではそれは春日じゃないから。そう、春日じゃないですから。入れないですよ、ね。知らない人ですから。ゆっくり歩く知らない人ですから。なるほど。俺も、まあまあ、どっちというか、なるほどっていう感じなんですね。そうそう。だから今日も、多分来ていただいたら、
まあ、多分トゥースをね、やっていただけると思うんですけども、はいはい、トゥースは最近やっぱり、はいはい、はーってこう締めるのが早いじゃないですか。早い意味で締めるじゃないですか。はいはいはい、昔は、はい、ね、トゥースつってしばらく間があって、笑い待ちして、はってやってたんですよ。はいはいはい、もう今、トゥースはーってやってるから、間が怖いから。はいはいはい。今日は僕の中ではもう、ね、僕のラジオに来てくれるわけですから、はいね僕のリスナーも、ね、それはもうみんな春日さんに夢を持った、ね、少年たちばっかりですから。いや、まずそれは、だって、まず俺相方じゃないですか。はい、トゥースをやったとして、はい。で、それ、トゥースやったとこで、作家さんももちろん笑わないだろうし。だって、マスオさんだって笑うわけないじゃないですか。それは締めるの早いですよ、あいつも。それが分かってるから、それが分かってるから。いや、それでも、春日さんは受ける受けない、関係ないんですよ。あ、なるほど。そこの次元にいないんです。マスオさんの中で、ね。そうそうそう。ね、しても、僕、うん、もう極端な話、はい、もう漫才をね、二人でやってるじゃないですか。はいはい、その時も、春日さんは別に、はい、ね、笑わせようと思って言ってるわけじゃなくて、M1 の時も、ね、レッドカーペットで漫才、いろんなとこで漫才やってる時も、はいはい、常に、もちろん、コントロールをしてる若林さんは、笑いを取るために突っ込んでますよ。はいはいはい、でも、春日さんは、どの現場でも、常に春日でいるだけなんですよ。存在するっていうことがあの人の仕事なんですよ。なるほど。俺も本当に子供前にして喋ってるみたいで、多くを語れないですわ。いや、確かに、マスノさんの春日の評価、意外と高いですよね。高いですよ。いや、低そうじゃないですか。マスノさんとか、なんかさっきオープニング聞いてても、俺は、カノ君とか春日って、同じリング、同じ団体だと思ってたんですよ。もちろんあのトーク聞いて、カノ君の評価は低いじゃないですか。いや、でも春日もそこかなと思いきやなんですよ。いやいや、もう春日さんは別ですよ。マジで言ってますもんね、ロケバスの中とかでも。マジで言ってます。春日さんには。いや、なんかね、他のね、芸人と比べてもね、うん、春日さんはちょっと別次元なんですよ、みたいに言ってるから。あ、笑わそうなんて思っていません。なんだったら爆笑してる客を見て、何笑ってんのこれが春日ですけど。なるほど、ね、うん。いや、あいつ今、移動車の中で聞いてる。どんな心境なんだろうな。はい、ここでこの時間までに入ってきているニュースをお伝えします。報道部の桜林です。お願いします。はい、お伝えします。大丈夫ですか？大丈夫ですか？すいません、ちょっと動揺しました。大丈夫ですか？いや、もうだってちょっと今ヘッドホンがすぐニュースに行く流れでした。失礼しました。失礼しました。大丈夫ですか？はい、以上この時間のニュースとお天気でした。ありがとうございました。桜林デスク、この後ついに本物の春日が登場します、ねね、そうなんです、ね、楽しみにしててくださいね。そうなんですね。興味ないでしょ。ありがとうございました。はい、メールが来ています。はい、ラジオネームメガネ玉手箱。若林さん、バカリズムさん、こんばんは。こんばん。僕も春日に夢を持っている少年の一人です。あの春日がオールナイトニッポンゴールドにやってくるなんて夢みたいです。あの春日が遅れてきてリスナーを焦らした分、第一声でどんな面白いことを言ってくれるかワクワクが止まりません。もう一つ来てます。石川県ラジオネーム、体育祭。春日さんはまだですか？こんなに CM が長いと思ったのは初めてです。早く全人類の憧れである春日さんの声が聞きたいです。若林さん、ね。はい、どうですか？これ、あなたが思っている以上に、春日は春日なんです。国民にとって春日なんです。いや、でも、少年が自分のこと少年って言いますかね？いや、言ってるから、それは信じてあげましょうよ。ああ、そうか。春日さんに夢を持っている少年。タイトルが。件名が。ね、今ほら楽屋裏をね、結構喋ったりとかね。そうですね。ね、要はそういうところを暴露してなんぼみたいな世界ですけども、うんうん、違うんです。春日さんはそんなところにいないんです。確かにテレビの流れがそうだからって、はい、簡単にそんなことに乗っかっちゃいけないのかもしれない。乗っかっちゃいけない。本来じゃないですからね。だから春日さんはね、もうゆっくり待ちましょうよ。もう来てんの、そろそろ到着するの。あ、まあ、それをどこで呼ぶかっていうのもありますけどそうですね。まあ、若林さんとはですね、はいはい、まあ、どれぐらい、最初に会ったのどれぐらいですかね。でも、がっつり、でも、がっつり喋るようになったのは日曜芸人ですよね、やっぱり。そうなんですよ。俺は、
その前に、アメトークだとか、はいはいはい。アメトークで3つぐらい枠一緒だったでしょ？そうですね。女の子苦手芸人、人見知り芸人が最初だ。そうだ。男子校芸人っていました？いました、いました、いました。なんか同じところくくりに割となるじゃないですか。だから僕あの辺のトークで、はいはい。若林さんはもう同じ部類の人間だと、こっち側だっていうのがあったんですよ。はい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 。だからその後に、うん、松本さんの〇〇の話かなんかで一緒になった時に、はいはい。若林さんいつも通り、楽屋の隅っこで、はい、なんか飲料水のラベルを、お読みになしてらっしゃったから、あっと思って、うん、僕も同じね、気持ちですから、はいはいはい、話しかけたんですよ。はいはい、全然なんか喋ってくんなかったんですね。あ、そうなんすか？あーはー、みたいな感じで。僕も、はい、あっち側にされちゃったんですよ。ここで、あっと思って。そんななんだと思って。で、日曜芸人始まって、で、ある程度話すようになって、はいはい、で、プライベートでもお茶に行ったりとか。はい、一回山梨の温泉行こうって野田くんと渡辺らおさんと、はい、行きましたね。小型の車にギッチギチになって、ギッチギチで、あれ、それで俺と増野さんしか4時間ぐらいのドライブで喋んなかったんですね。そうですね。二人でうわーって喋ってて、で、結局その温泉空いてなかったんですよ。そうそうそう。山梨まで深夜2時間かけて行って温泉閉まってて、ね、引き返してきたんですよね。ね、そうですよ。あの時に結構一番がっつり喋ったでしょ？そうですね。そうですね。で、僕は、はい、で、その、ま、日曜芸人も始まって、はい、いろいろ話していく中で、はい、もう、多分、なんだったら、うん、兄弟ぐらいの感覚、もう、同じ血が流れてるぐらいの感覚だったんですよ。はいはい、同じ人間だと、はいはい。同じジャンルの人間だと思ったんですね。はいはい、ものすごくシンパシーを感じてたんですよ。はいはい、ね、だから、ま、若林さんは多分、うん、こういう場面ではこうするだろうとか、はいはい、ああいうものに対しては、ああ思うだろうとかいう中の、僕の中の、若林像ができてたんですけど、はい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 、先日の日曜芸人の号泣事件、まあその回を見てない方、知らない方もいると思うから、はい、ざっくり説明すると、うん、バラエティーなのに、クイズで失敗して、うん、芸ではなくネタではなくガチで悔しくて泣いちゃったっていう事件が、はいはい、あったんです。そこからもう番組の後半ずっと泣いてたっていう、ね、はいはい、ただ泣いてたて、はい、ただ泣いてた、ただ泣いて謝ってたって、はいはい、よくオンエアしたなっていうことなんですけどもはい、はい、それで、はい、もうそれがものすごく衝撃だったんです。あの場はまあ笑ってなんとか言ってたけども、はいはい、若林像の中ではあんなところで泣く若林さんじゃないんですよ、うん、はいはいはい、なんかもう完全にちょっともう壊れちゃったっていうか、ああ、いやまあ僕もびっくりしてるんですけど、それにはそこはもう自分の中では、はい、もうなんか整理ついてるんですか？いや、あのね、あんまり大事だと思ってないとこがあって、うん、だからあとやっぱりあれですよね、増野さんの評価が多分ね、俺ちょっと高すぎるんで低くしてほしいんですよ。加納くんまでとは言わないですけど、あ、僕の中の、うん、若林像、だからこの間も日曜芸人で僕はアマちゃん見てるから、はい、リアクションでジデデって言ったんですよ。そしたら増野さんがまだ収録カメラ全然回ってんのに、うん、若林さんってそういうこと言う人だったんでしょ。で、あれ言った時は思い切っても言ってましたよね、とか、すごい、いや、まだ待ってるから、松尾さん。終わってから話しましょうって言ってんのに。でも、松尾さんの中で俺が簡単にね、いや、まあ、TPO によってはあれですけど、ジェジェジェとか、倍返しだとかを、安く使う人じゃないっていうところに入ってるんだと思うんですよ。僕の中の若林像ではそんなのは言わないです。でそこを否定して生きてる人間。流行語だとか、まあ、もちろんそれはそれで、誰かが言うことに対しては笑って突っ込んだりとかはしますけども、自分が言うことに対してはものすごく拒絶反応を示すタイプだと思ったんですよ。はいはいはい、はい。若林は、だから春日さんと同じで、はい、若林さんも若林さんなりに、若林はこれは言わないっていうのが絶対ある、その、自分のその、ブランディングがしっかりできている方だと思ってたんですよ。いや、マサさん、それはね、はい、しんどいですよ。なんでですか？いや、俺も、いや、はい、やっぱ、マスオさんはね、はい、やっぱ、マスオさんとザキヤマさんに俺に前から言いたいことあるんですけど、はいはい、いや、これね、変な意味じゃなくて、二、うん、人はね、うん、天才すぎてね、普通の人間をね、認めなさすぎる。違う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 。つまりどういうことかというと、はい、野田くんのね、悪口を言いすぎて
鬼ヶ島の。ダメだから、ダメな後輩だから、二人で、お互い接点があるからね、あいつダメだよね、つって。そうそう。ロケバスでね、言ってるんですけど。そうなんですよ。いや、だから、あれで泣いた時とかも、うん、周りのあの、バラエティの、いろんなスタッフさんに会ったら、うん、結構なことみたいな感じで、うん、あれすごいね、みたいな、うんうん。すごかったね、みたいな。テレビで初じゃないですか、あんなガチ泣きって。俺泣いたの初めてなんですよ。ですよね。はい。それで、なんか、やたら、増野さんとザキヤマさんがさすがだね、みたいな。あんだけ芸人泣いたら、バラエティとして成立しないね、さすがだよね、って、評価が上がってんのが納得いかないんですよ、俺は。いや、ボクシング強い人が素手で人間殴って、それは強いだろう、みたいなことなんですよ。そんな泣いたぐらいで、血の子の言うような人じゃないし、で俺も入院とかしたら絶対来てほしくない二人ですもん。だってめちゃくちゃ笑うだろうなと思ってで増野さんが早かった、やっぱりっ、ね、あの俺が泣き始めた時からか、ね、クククククみたいな感じになってちょっと何みたいになって楽しくてしょうがなくなっちゃう。僕、まあ、アイドル番組やってるから、そうそう、涙に免疫があるっていうのもあれなんですよ。いや、だから、俺もなんか泣いたところで、うん、現場がクラッシュしちゃうっていう意識はなかったんです。それは増野さんの方に。なるほど。で、ザキヤマさんは、ちょっとぐらい普段ね、うん、いいようにされてるから、俺が泣いたことでね、はい、慌てて欲しかったんですけど、もうロケットスタート、増野さんが切ったもんだから、もう、すぐ来ました。追尾してきたじゃないですか、そこを。だから、ね、それで二人の評価が上がっちゃったから、納得いかない。俺の好感度だけ上がってほしかったんですけどね。好感度めっちゃ上がってましたよ、これ、若林さん。あ、そうなんですか。ええ。それは俺も狙ってたところなんで、ありがたいですけど。若さま可愛い、若さま可愛い。何なんですか、ちょっとそこについてもちょっと話しましょう。何なんですか、若様って。若様、ツイッターにあれですよね、前まで来てたやつですよね。はい。いや、俺ね、はい、これ、まず、オードリーのファンの 95% はちゃんと応援してくれてて。あ、そうなんですか。そうですよ。みんなが若様って、もしくは、どっかで、このラジオ の流れで、はい、若様はって自分からなんか言ったんじゃないかっていうのもちょっとあったりする。いや、それはやめてくださいよ、松野さん。俺もうお茶できないですよ、松野さん。俺が自分から若様って呼んでっていうことですよね。それはないです。それはないって信じてください、ね、まず、はい。ないんですね。はいはい。うん、で、95% はちゃんと応援してくれてるんですよ、はいはい、ありがたく。はいはい、ただ 5% にちょっと痛い奴らがいて、うん、それが若様とか、うん、カスミンとか。カスミン？カスミン。かカスミン。あ、これはね、俺は何ですかカスミン。俺はあのこれ説明するとさらにカスガがごちゃごちゃしちゃうんです。一応カスガでしょ。いやディレクター一緒なんで一応そうですよ、ね、一応じゃあもう言いますと、はい、あのユーミンさんが土曜の僕らのオールナイトやってる役、うん、やってたんですよ、はい、役を、はい、でユーミンじゃないですか、はい、だからカスガは、うんうん、これさらに今日のカスガの登場ごちゃごちゃすると思うんですけど。日本放送では、はい、春日ではない。え？日本放送では？日本放送では、カスミンというキャラクターでやってるんです。え、なんか例えば、なんかそういうハガキのコーナーがワンコーナーあって、そこでは、カスミンだよーとか言って、なんかちょっとそのコーナーだけ演じるとかいうことじゃなくてですか？じゃなくて、もうオープニングの大声が、土曜の夜、カスミンって言って始まるんですよ。え、ちょっと待って。違う、俺は信じないよ。そんなのないよ。カスミンなんていないよ。カスガはカスガだもん。カスガはどこ行っても本物のカスガだもん。じゃあ、それで水色のタンクトップを着るカスミンというキャラクターなんです。髪も水色の、はい、あのタンクトップを着て髪を下ろしてるカスミンというキャラクターでラジオはやってるんですよ。いや、そんなのありません。これは違う人です。これは、あの、僕は、信じてほしいのは、まさに、僕は不本意なんですよ、それは。そうなんですか。これは、俺は背中押してないですからね。乗っかってるわけじゃないんですね。乗っかってないです。一切噛んでないです、これは。なんで今日、だからさらにそれもどっちなのかなと思って。いや、もう、それはカスミンなんか入れませんよ。だってカスガじゃない。こっちがオファー出したのは、日本放送がオファーを出したのは、ダッシュのオードリーの春日さんですか。あの潜在のねピンクのベストのですよね。そう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 、胸を張った人ですから。カスミンとか言われても俺、ね、それはもちろんそうなんですよ。ブチ切れますよ。胸ぐら掴んでそうですよね。全然系ですよ。普通に人のこと殴る人ですからね。松野さんですよ。誰だお前っつって。いや
や、そのね、うん、5% ぐらいの人たちが、うん、若様、かすみみたいな、うん。あ、そこなんですね。そう、いて、はいはい、で、その子たちが、なんかそのボーイズラブ的な、あの、うんうんうん、ものとかを好きで、うん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 、で、俺とかすなが、もう、本当にガッツリしたペッティングやってるような漫画が。あるんです。5% ですよ。95% まともなんですよ。はいはいはい、で、ここの子たちが、マスオさんのところに若様とか、送ってる、はい。いじめないでとかね。いじめないで。だから僕はその号泣会の時に、マスオさんに、事前に送った。俺は誤解されたくないから、マスオさんに。それこそ若林が若様って呼ばせてるんじゃないか、みたいな。はい、なるほど、なるほど、なるほど。したら、送るまでもなく、いつも来なかったっていうことはあったんですよね。かわいい、かわいい、つって。はい、かわいいっていうのが来たと。うん。まあまあまあ、もうクレームじゃなかったからよかったんですけどね。だから僕の中でその泣いた若林っていうので、ちょっと一個僕、そのデータアップデートしなきゃいけないんですよ。はい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 。新しい新規のね、はい、若林さん。だからちょっとここをね、埋めていきたいんですね。あ、泣くまでのというか、結構涙もろいんですか、若林さん。普段。俺全然泣かないですけど、うん、俺自分なりにちょっと考えてみたんですよ。うん、で、はい、泣いた時は、複雑にいくつかの感情が絡まってて、はいはい、あの、わけわかんなかったんですよ。うんうん、で、もう最初、言っちゃっていいですか？まず一個は、うんうん、この企画、どうしたらいいんだろうって思ってたんですよ。あのね。カロリーバイキング。カロリーバイキングね。どうなったらわーっとなれるんだろうって、ずーっと思ってて、で、2回目じゃないですか。うんうん、で、1回目がそんなに、あの、これはあんま、タレントが言っちゃいけないことですけど、うんうん、あんまり数字が良くなかったんですよ、カロリーが。そうでした。そうなんですよ、はいはいはい。で、頑張んなきゃって思ってて、うんうんうん、で、前回と全く同じパターンですよ。1回目失敗して。そうでしたね。次、もう決めるパターンが1回もなかったじゃないですか。なかったですね。だから決める以外盛り上がんないし、うん、で、決めたとこでわっとなってどうなるんだろうと、複雑に絡み合ってて。うんうんうん、で、まあ、あと、シェリーの顔が怖かったっていうのも。怖かったっつっても、怖かった。僕の中でのシェリーさんは、はい、僕はシェリーさんとは、もう二丁芸人ぐらいしか会わないから、はい、でも普段からシェリーさんと絡んだりすることがあるんですよね。はいはいはい。そこでは割と若林さんがちょっと強めに言ってるんですよ。強めに行くんですよ。いじるんですよ、俺が。英語で謝れなんて。それがね、そうそう。結構オープニングでも結構きつめになんかいろいろ振ったりしてるんですよ、英語で。言ったりとか、はいはいはい、で僕はまあそこまでないから、はいはい、あれなんですけど、はい、だからそこがちょっと逆転しちゃったっていうなんかのもあったんですよね。もちろんあって、あと、うん、あのこれはねもう恥ずかしいですけど、はい、俺多分日曜芸人ずっとなんですけど、はい、やっぱマスノさんとザキヤマさんに認められたいんでしょうね。はいはい先輩二人に。先輩二人に。ちょっと後輩ですからね。そうそう。なんかね、できるなって思われたい。で、多分、でも、終わった後、マスノさんとザキさんが、うん、いや、若林君あれ、どうしたのつって、あれ、うん、どっちでも良くないみたいな。うん、そう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 。当たってもいいし、外してもいいから、うん、一番、なんか、いいんじゃないの、うん、泣くって感じじゃないでしょ、うん、みたいになったっていうのあったんですよね、うんうん、そう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 。だから未だにねだから分かんないんですよそれ言ってもらってさらに泣きそうになってたんですけど角塚さんまだみたいですねじゃあ曲いきましょう、はい、はい、ということで引き続き、若林さんをゲストに迎えまして、はいはいこのお互いのイメージのギャップの溝をねちょっと埋めていく作業をねちょっとしていきたいなと、はい、僕はもう なんかやっぱちょ言っても、はい、まあ番組で仲良くなってまあプライベートでたまにお茶するとか言うけど、はい、でもまだなんかこう若林さん側がちょっと距離を置いてるんじゃないかっていう不安があるんですよいや距離というかあで、うん、俺だから一個、お願いしたいことがあって、うんはい、多分ね、マスノさんの評価が高すぎるんで、うん、そこに合わせようと思って、うん、すごくこう、オンでマスノさんとお茶してんすよ、俺。噛まないようにとか、なんか、オチ先に言って、ええ、その後、ああ、先行っちゃったみたいな感じとか出すのやめようとか。やめてもらいます、そんな俺が。いや、お笑いの、なんかすごい、お笑いにすっごいなんか命をかけてるみたいな。もちろん一生懸命やってますけど。いや、普段は普段、だって僕だって普段ね、全然別に何でもない話するし。いや、でも噛まないじゃないですか。その前に、いや、違う、その前に若林さんの中での僕の評価が高すぎるんですよ。いやいやいや。やめてもらえ、それはやめてください。いや、それは、じゃ俺、そう視聴者もそうだし、うん、視聴者と同じぐらいの目で見てると思うし、俺は。見てない、ちゃちゃ、違う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 。だから、俺の評価がちょっと高いんで、はい、言い方ちょっと変ですけど、はい、渡辺ラオウさんぐらいのとこにまで、こう。ど底辺じゃないですか。
でも野田さんよりは上じゃない。野田より上です。もうだから、はい、もう、なん、お互い何にもない話とかもしましょうよ。いや、そうですよね。何それみたいな。していきたいですよ、俺も。何それみたいな話して。結構でも何それって話してますけどね。例えば普段とかもね、はいはい、後輩とかと僕喋ってても、はい、なんかちょっと、はい、面白いエピソードとして話し始めたはいいけど、はい、あまりにも気が抜けすぎてて、はいはいはい、あれこれちょっとなんだっけこの話みたいなことって、日常であるんですね、結構。そうなんすか、はい、何これみたいな。あ、でもその何これが、なんか意味があるんですよね。ない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 ですよ。ないですよ。あ、そうですか。そうだから、はい、僕もね、テレビとかで見てて、はい、もうそうだし、日曜芸人とかでも一緒にやってて、はい、俺もきっちりしてるイメージなんですよ、若林さんは。あ、そうですか。必ずちゃんと、はい、ね、あの、ピリオド、話のピリオドがもう、綺麗に決まってるし、いや、厳しい。突っ込む時の、ね、山崎さんの、もう山崎さんが気持ちよさそうにしてるんですよ。そうそうそう、ね。いや、俺だから日常芸人ってなかなか成立しにくい構図ですよね。本当はね。俺と松野さんが待ちぶらしたらこうなるしと、俺とザキさんが待ちぶらしたらもう変な感じで組み合う時あるじゃないですか。ありますあります。多分、あれ、基本的には一人いらないんですよ。常に何かあってる。あ、だから、それぞれが、多分、あれ、すごい絶妙なバランスだと思うんですよ。みんな三人ともでも大人だから、はいはい、引くとこは引くじゃないですか。引くとこは引く。実はもう、もうちょっと三人がもっとなんか、もっと売れたいって思ってる三人だったら、ガッチャンガッチャンして、食い合ってるし。はい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 。そうですよ、本当は。そうそうですよね。そうそうそう。で、今日、山崎さんがわーって喋っても僕ら別にニヤニヤして見てるじゃないですか。そうですね。あれって、うん、ザキヤマさんとマスノさんって、はい、どうなんですか？なんかもう、ね、俺ね、なんか、なんか、一枚薄い壁みたいなあるような気がするんですよ。多分ね、はい、僕もそれすごいわかるんですよ。はい。な多分団体が違う感じなんですか？なんかね、いや違うんです、はい。僕もね、山崎さんは、もう、デビュー、僕、ちょっと山崎さんの方が先輩だから、アンタッチャブル先輩で、はい、でももうずっとライブで一緒だったんですよ。そうですよね。で、言ったら僕もボケだから、僕、バカリズムってコンビでボケボケだったんですよ。で、はい、よりボケの方だったから、はい、で、山崎さんもボケじゃないですか、うん。なんかね、ボケ同士の照れ臭さってちょっとあるんですよ。あ、それかー。で、ライブでも一緒だったし、はい、で、どっちかっていうと、うん、僕は相方の、しばっちょの方が、仲良かったんですよ。木村さんとかと3人で遊んでたりしてたんですよ。なるほど。っていうのが、しかも僕らの世代ってあんまボケ同士がそんなに交流がなかった時期があったんですよ。なんか、お互いちょっとツンとしてるから、なるほど、なるほど。なんかボケ同士って難しい。今は全然そんなもんね、うん、山崎さんとか。でも、当時からずっと面白いことは分かってたし、はいはいはい、超受けてたから、面白かったし、はいはい、すごいと思うんですよ、山崎さん。うん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 、でも、同い年だし、なんかちょっと照れ臭さみたいなものがあるんですね。なんか分かります。僕らもナイツとかだと、照れですよね。照れがありますよね。照れ臭いっていう。で、なんか多分山崎さんみたいなタイプは、はい、多分僕みたいなタイプは、もともとあんま苦手なんだろうなっていう、なんか先入観 もずっとあるから、でも飲みに行ったりしてますもんね。うん、そうですね。野田くんと。あ、そう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 。はいはいはい。一回なんか一緒になって。まあ話す、全然話すし。はい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 。なんなんです不思議な感じですよね。不思議ですよね。だから YouTube だと一番しっくりしてますもんね。そうそうトークね。しっかり役割があるから。そう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 。うん、でもなんか印象、なんかバナナさんとか、と聞くと、はい、よく聞くのが、うん、増野さんが武闘派だっていうのを聞くじゃないですか。です。いや、でもすごいよく聞き、でも俺ね、いや、はい、増野さんはね、俺のこと若様っていうのと俺の間っていうのを話しますけど、俺も増野さんと世間の可愛いですからね、増野さんもあの印象をまあそういうこういう感じにしてますよね。はい、この差結構あるような気するんですよね。それ多分、はい、多分バナナマンさんが言ってんのは、はい、僕一回日村さんとずっと一緒に住んでた時に、僕野球部出身だから中高野球部やってたから大会ではあったんですよ。はいはい、若林さんもそうですよね、はいはいはい。だから先輩を立てるっていう意識はずっとあって、で、日村さんが、はい、ある日街で絡まれた時に、はい、僕が出てったんですよ。はい、へぇー。守ったというか、なるほど、なるほど。僕がその若者たちに、はいはい、なんかこう文句を言ったみたいな。それを見て、あ、で多分、もともとそんなキャラに見えないから、その、なんか、振り幅として、それがあまりにもギャップがあって、そういう風になっちゃったんじゃないですか。なんか、一回、日曜芸人で、商店街でロケしてた時に、なんか、すごいやばいやつが、入ってきたりして。ありましたね。山崎さんに絡んできて。ザキさんに肩組んだりして。あったあった。
ちょっとなんかこう一歩下がったりするじゃないですか。うんうんうん、俺は下がったんですけど、はい、なんか増野さんは微動だにしなかったの見て。そんなことないですよ。大丈夫かなって思った一瞬が。そんなことない、そんなことない、そんなことない。動かなかったから、一歩も。前にも後ろにも、横にも。回ってるもん、回ってるから。いや、でも、横とかに動くじゃないですか。ちょっと、動かなかったんだもんね。ああ、そういうイメージもある。でも野球部でゴリゴリの体育会系の高校だっていうことを、別の人と話したりするとすごい意外がありますよね。それもね。ありますよね。実は、俺らみんな体育会系なんですよね。そうか、日曜芸人って。山崎さんもそうでしょ。ああ、そうですよね。ゴリゴリの体育会系の3人が。関山さんも先輩にはっていう人ですもんね。で、背がちっちゃい170ない3人がやってる番組。そっかそっか、全員背が低いというね。番組ですもんね。あ、そら、お互いあるんですね、ちょっと。そうですね。あの、メール、どうし、読みます？ね、ちょっと読みますね。はいはいはい。あ、そっか。ラジオネーム、河川鉄道3-1、はい。おい、あと1時間しかないじゃないか。春日さんは1時間で収まるような男じゃないぞと。なるほど。来てますね。バカスガは、はい。ラジオネーム、神々公爵。バカリズムさん、春日は春日ですよ。おい、若林。はい。カスミンという言葉を一切言うな出ていけこれやっぱこう聞いてる方たちは、やっぱ夢を抱いてる少年ばっかなんですよ。みんな、グローブをはめて、待ってるんですね。そうですよ。ボールにサインしてもらおうと思って、春日。どうします？これね、はい、もう、この、もう、だんだんこうなってくると、はいはい、こうなってくると、そうなんですよね。ね、うん。そう、どうなんだっていうことでしょ、はいはいはい、ここ、どこで呼ぶんだっていうか、っていうか、なんかもう、呼んだ方がシャバいみたいな感じになっちゃう。シャバい。呼んでる方がビビってる感じで。そうですね。でもなんかこう、空気的には来てるような、なんか空気もなくはないし、ね。チラチラみんながスタッフさんが向こう見てニヤニヤしてるんですよ。来てたとしたら、どうしてるかもわかんないですしね。呼ばれたら来るんですかね。来るんすかね。ねえ、この話になったら来るんでしょう。やっぱ一応僕らの、いたとしても僕らのね、視界に入らないようには配慮してるっていうのが伝わってきますよね。ラジオですけどね。そうそうそう。ら僕ら用でしかないんです。なるほど、なるほど。ねえ、はいはい、そうそう、だからね、春日さんはそんなね、なんかその、春日さんですとか言われて入るんじゃなくて、春日さんのタイミングが入ってきて、だって僕は、オードリーさんですっていう紹介はしてるわけですから。そうですよね。あそこが僕の、うんうん、あそこが僕のオードリーの二人への Q ですから、それに対して春日さんが、よっこらしょって動き始めたわけですよ。そうですよね。そう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 。来てたとしたら、この時点で、なんか、だから自分のタイミングとかがあるんですかね。なんなんですか、割って入るっていうイメージなんですもんね、松尾さんの中では。そうそうそう。もう、こっち的にはね、もういつでも来てほしいですけど、もう、もうない、入れなくなっちゃったんですかね。それとも、別の水色の着てるから、どうしようかってなってるとかじゃないですよね。うちの方のラジオの作家と話し込んでるかもわかんないで。どうするか。もう、ねえ、どうまあ全然、で、入ってこれないんです。まあ来てないんならしょうがないですけどね。はいはいはい、うん、他にもなんかいろいろね、はい、もうほとんど春日さんへの。やっぱりみんなやっぱそうか、引きはそっちなんですね。ラジオネーム、赤色紙コップ。はい、バカリズムさん、カスミンって何ですか？春日さんの正体はカスミンだったのですか？うん、春日さんって本当はいなかったんですか？僕はずっとパパとママに騙されていたんですか？っていうね。ほら、もうね、これを聞いてる何人の子供たちに夢を壊しかけてると思ってるんですか？ちょっと品がなかったですね。カスミンなんてことをちょっとね、はいはい、ちょっともうそれ全然違う、うんうん、パラレルワールドの話ですからね。はいはい、もしっていう話ですから、そうそうそう、もう全然違うんですよ。違う作品ですから。違う作品。12時を回ったらの話ですからね。はい、もうメールが止まりませんよ。はいはい、はい。鎌倉市ラジオネーム、デルピエロ。若林さん、はい、このラジオはたくさんの子供が聞いています。なので、カスミンの話は控えてください。配慮に欠ける発言だったと思います。そうですね。これは本当に、本当、正式に謝罪したい。すいません。いや、もうそうですよね。やっぱね、はいはい。たくさんの子供が聞いてるわけですから。そうですね。夢を壊しちゃいけません。ラジオネーム、地球の明日。もう我慢の限界です。そろそろデモが起きます、ね。
春日さんのね、はい、ファンの方たちがやっぱちょっともう痺れを切らしてるっていう。これ待ってんすかね、呼び込まれるの。それとも怖くなっちゃってんのかな。なんか僕もだから、はい、いざ来られて、その、何喋ろうっていうのはもう、結構今、ね、こう来る前の段階で、たくさん盛り上がったじゃないですか。はい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 。なんか、こう、あの辺の少年の話、はい、いじめられた少年のところにっていうぐらいが多分、僕と春日さんの関係性上、盛り上がりとしてはピークだったんじゃないか、みたいな。いざ来たらなんかもう。だから逆に、彼が逃してますよね。もう来るタイミングを。うん。いや、こっちのせいじゃないですよ、これは。そうですよね。僕ら的にはいつ来てもよかったわけですから。そうです、そうです。はいはい、はい。もう来たら僕的には、わー、はい、春日だ、つって、はいはいはい、一緒に写真撮ってもらって終わりぐらいの。はいはい、そうです。乱入っていうやつですから、そうです、そうです。はいはいはい。だから、今更なんか呼び込むっていうのもね、なんか2回呼び込むことになりますし。はいはい、ですからね。ね。何なんですかね。これ、どんどん入って聞きづらくなると思うんですけど。何なんですか。怖いのかな。泣いてるとかじゃないですかね。コンビ揃ってよく泣くコンビになっちゃいますね、そうなってくると。プレッシャーに押しつぶされて。そうですよ。だから、はいはいはい、もうほとんど、もうね、メールも紹介しちゃいましたし。はいはい、そうですね。ねじゃあまあ、オードリーの二人に来てるメール紹介しましょうか。はいはい。うん。よし。はい、ラジオネーム、ハッシー、バカリズムさん、オードリーのお二人、こんばんは。こんばんは。先日のアメトークでケンコバさんが絶対に結婚できないメンバーとしてバカリズムさんの名前を挙げていました。あまり浮いた話のないお三人ですが、三人の中で一番結婚と縁遠いの誰だと思いますかっていう。あ、これ結構話しますよね、マスノさんとね。話しますね。結婚ずっと、なんか俺らの日曜芸人のロケバスの二人になったバージョンの永遠のテーマかもしれないですよ。永遠のテーマですね。ね。これでも、うん、マスノさんがいつも、うん、おっしゃるのは、はい、いや、若林くんよりはちゃんと恋愛できるからっていうのは。それは僕はもう、いろんなところで、各所で言ってます、ね。なんか、やっぱり、その日曜芸人見てて、やっぱ、山崎さんと、あれだけ前に出る山崎さんと人見知りの二人でバランスがちょっと面白いねって言った時に、はいはい、いや、ちょっと待ってくださいと。はい、彼と一緒にしないでください。同じ人見知りで、そう似たような性格ですけども、はい、彼のはもう本物ですと。はいはいはい、僕はどっか、まあ、そこまででもないというか、ビジネス人見知りっつったらあれですけども、うんうんうん、まあ、話せる人とはちゃんと話せますしっていうのはあるんですけども。マスノさんって、はい、マジの話、はい、九州男児のように、愛すんですが、はい、女性を。マジの話なんですけど、これ。マジの話って、はい、いや、普通に、はい、あれですよ、はい、普通に交際しますよ。あ、どれぐらい、何人ぐらい交際してきました？僕、はい、もう、交際してきたのは7人ぐらいなんですけど、彼女いないのが、はい、もう、7年、8年ぐらいなんですよ。え、そんななんですか？で、僕、そうなんですよ。2年ぐらいですよ。2年ぐらいですか？はい、それであれですよね、はい、一緒に、結構、住んでたの。トンス！でけーす春日だー皆さん本物の春日だ本物の春日ですよ春日だやってきましたよ待たせましたね春日で来たのか春日だ春日でございますよ春日だねバカリズム君をね、はじめ、全国の少年たちね春日の登場ですよえ今日日本放送だからカスミンじゃないのかな、うん、と思ったんだけど。カスミンってなんだカスミンカスミンことを言うなカスミンって何カスミンなんか知らん、ね、少年が戸惑ってるじゃないか君は。カスガはカスガだよねカスガだよ歩いてきたよそっか、歩いてきたから遅れたんだよね。そうだよ。もう、四ツ谷で囲まれたよスターだから、ね。スターだから。カスカスダンスで眠らしてきたよ、全員よ。バカタレが。俺一回、マスノさんにどういう愛し方するんですかって言った時、ガラスの向こうで一回手で戻れってやったんですけど、ね。ずっと手で、こうやって戻れって合図してるけど、全然関係ない。いや、そんなカスガはそんな指図には従わないよ。何と思ったかというと、バカリズムさんのファンは、うん、結構恋愛の話聞きたかったと思うんですよ。春日、やっぱそんな関係ない。そんな関係だって春日のタイミングだったから。そうでしょ？で、俺も、ね、分かってたんですよ。ピンクがチラチラしてくるっていうのは、ね、
右側でピンクがチラチラしてるの見えて、若林さんが手をこうやってこう違う違うってやってるの見えたけども、それで引っ込むような春日は春日じゃないんですよ。いや、そうです。それで引っ込んでたら俺がっかりして、俺そこ拾ってたもん。そう。なんだ今のつって。そうね。ちょっと待ってくれよと。春日は容赦なく。うん。番組の方が合わせなきゃ、春日。巻いて、ね、巻いて喋り終わるとか。いや、でも、春日も出ちゃってんの。でも、品がないかもしんないけど、このドア前でちょっと時間あったよね。ドア前でここに来てから結構時間あったよね。ためがあったの？いや、それは、その、ドアを、うわーっていう、その、春日開けしてたの。開け方があるのか。そうだ、スッと入ったら春日じゃないだろ、それは。どこでその少年が見てるかわからんから。わかんないよね。うん、春日開けをしたんだ。トゥースこの流れです。私はね。そうや。春日さん、あの、まあ、僕ね、あの、日曜芸人でも、うん、あの、いろいろ共演させてもらったりしてますし、はい、まあ、ちょろちょろテレビでね、見させてもらってるね、春日さん、僕のイメージもありますけど、はい、今日、それ以上に、はっきりスイッチ入れてますから。でっかいスイッチをガッチリ今日入れてきてますよ、なんか。ガッチャンって音するやつね。喉枯れんじゃないのって。久しぶりじゃないの、こんな、ここまで春日でいる。そうですね。だって俺今、うん、あの、それができるなら、うん、いつもやれよと思ってるの。毎日やれよと思ってるもん。いやいや、そんなスイッチとかエンジンとかないから、まあ、常にね。僕的には、だから、そのスクール革命の件ですよ。はいはいはい。どうしたんですかと。うん、うん。ね。チラチラちょっともう漏れ始めてますよ。はい。ね。春日じゃない部分だと。春日さん的にもそれは気づいてるの？やっぱ気づいてる。それはもちろんそうだよ。だって春日なんだから。うん、春日なんだから。春日だからね、やっぱり。うん、その辺でやっぱりその、うん、春日が、ちょっとその、春日慣れしてる部分がやっぱちょっとあって、ね。ああ、うん、なるほど。ちょっとだから最初の春日像からちょっとずれてきちゃってんなっていうのは。ですよね。思ってるんです。だから春日が一番がっかりします、春日に。自分が自分に。どうした春日と。やっぱ誰のヒーローだったら春日のヒーローだから、なるほどね。そう。だから、俺、滑りキャラになってるとか言うけど、うん、はいはいはい、僕は春日さんは滑る滑らないないんです。あ、そうか。そうそうそう。だから滑ったからといって、はい、あんなね、たまに見受ける、引きつった顔。はい。あの顔はそもそも春日さんには搭載されてないんですよ。そうなはずなんですよ。でも、赤面するんですよ。赤面。赤面、うん滑ると赤面するんですよ。あの、これは、不思議なのは、滑っても、受けても赤面するんですよ。向いてねえじゃねえか。なんての口の形するんだ。そっか、そうですよね。向いてる、向いてないじゃないですか、ね。向いてる、向いてないじゃないんです。春日さんが芸能界に入ったんじゃなくて、芸能界が春日に入ったんですよ。そういうことですよ。なるほど、なるほど。あ、そうなのか。そう、常に春日中心に回ってるからね。全てのことが。そうか、そうか、うん。だからそこで。いや、でも我々も、はい、そう、僕はマスノさんに、はい、カスがいないとこで聞いたんですよね、ロケバスで。うん、あの、二条芸人の着替えてる時には、マスノさんロケバス乗ってくるなり、そう。若林さん、つって。カスガさんって最近滑るキャラなんですか、ね、僕納得いかないっす、みたいな。そうですよ。あんな周りがあんなことやったらダメだし、そんなはずはないんですよ。そう。言い切り芸の人なんだから。言い切り芸、そう。うん。あれは良くないですよ、みたいな。そう、だからもう、うん、だからもうそもそも笑いを取ると思ってないんですよ。はい、春日は、春日語を、そうそう。その場で発言してるだけなんです。それで成立してるんですよ。そしたら勝手に笑ったりとか、周りがね。勝手に笑ったりとか、勝手にしらけたりするわけ。うん、そうそうそう。それでいいんですよ。そう、そう知らない、そんなの。しらけた時に、赤面したり。ね。いや、まあそうね。それはね。目尻になんか深いシワできたり。でも昨日、女性タレント誰逃れとか、はいはい、中村あんちゃんとかにいっぱい責められて、はいはい、ちょっと待ってくださいよって言って、ちょっと待ってください。つまんね。待ちたまえよ、そうですよね、待ちたまえよですよね。待ちたまえよです。ちょっと待ってくださいよ。はい、なんてことは言ってないよ。待ちたまえよ、君って。おい、中村くんって言ったじゃん。それですよね。それですよ。そうじゃなきゃおかしいですよね。そりゃそうよ。いや違うんですよ。昨日初めて、俺、さすがに初めてっていうことが起きたんですけど、はい、新しく始まる TBS の番組で2時間の収録、はい、マジで、はい、一言も喋らないで終わったんですよ。完封。で、最後の最後に内村さんが締めるときに陣内さんがちょっと待ってください。うん、春日さんが本当ガヤも含めて、
一言も発さなかったんですよ。さ、もう内股猫背の顔赤面で、ちょっと待ってくださいよって。それでもいいってことなんですよ。最悪、まあ、そういうことがあったとしても、その時に、もうカメラ向けられても、何がっていう顔してなきゃいけないんで、そこで、第一声、だから、トゥースですよ。第一声だもんだって。いや、そう。喋ってなかったとしても。ええ、お待たせしました。お待たせしましたです。皆さんお待たせしました。それで、うわー、春日ーやっと喋ったっていう、うん。それこそ春日ですよ。そうです、ね。何ビビってんのって話で、喋ってなかったことに。うん、そうね。喋らないこともあるさって。いや、でも、トゥースって言うって選択肢はわかりますけど、うん、松尾さんね。うおー、カスガーっていうのは誰が言うんですか、それ。そう誰が言うテレビの前のちびっこたちですよ。ちびっこたちか。それはもう、スタジオは凍りつくでしょうよ、それ。いや、そうですね。それでも、それでも子供たちはやっぱりカスガを見たいわけだから。確かに。確かにそうですね。そう。だからむしろ出てこなかった春日さんじゃなくて、振らなかった周りがっていうぐらいに思ってなきゃダメなんですよ。なるほど。そうね。春日さん自体はどう思ってるんですか、その辺は。いや、もうまさにね、その通り。どれが？いやいや、僕の言う通りバカリズム君が言う通り。そうですよね。だけどやっぱ。先輩だから、まずいでしょ、バカリズム君。いやいや、もうそれはもう、だって、春日には先輩後輩の序列がないんですよ。ないんだから。スターとそれ以外の人そうそうそう。春日とそれ以外の人っていう意識じゃない。そう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 。でも、おとといピーターさんの楽屋挨拶するって。え、楽屋に挨拶とか行くんですか？知らないよ。いやいや、そこ。何で挨拶すんの？トゥースですよね、行ったとしても。そうですよ。コンコンガチャ。コンコンもしないですよ。いやいや。ガチャったけど、トゥースでバターンって閉めて。違う。そういうことな。お願いします。お願いします。すいません、この間パーティー行ってください。謝んの？いやいや春日って謝んの？春日謝ったことないです。そうですよ。そう？うん。俺が見てたのじゃ春日じゃない、だってピーターさんであろうと、うん、僕であろうと、もう春日とそれ以外ですよ。だからライオンが自分以外の生き物を全て餌と見ているようなもので、はい、自分とそれ以外みたいなことですよ。うん、まさにそう。まさに。まさに全部言ってくれた。上も下もないんですよ。上も、うん、上も下もない。うん、でも、その時期、いや違う、お前からの言葉は何も聞けてないよ、今。ところ、春日さん、僕が言ったことを大きな声で復唱してるだけなんですけども。いや、全部言ってくれるから。あれ伝えたっけなと思うぐらい。ね、全部ね。そうか、ファンだから僕。伝えたかなと思うぐらい、全部まんまも、いわゆる春日のこともそのまま喋ってくれてるから。そこはだから私、そうか。それこそ時間の無駄になっちゃう。同じことになっちゃう。同じこと言ってるわけじゃないもんね。そういうことだからね。若林さん的に相方として聞きたいんですけども、今日の春日さんは結構好調なんですか？いや、俺はちょっとマジで面食らってますよ。そうなんですか？僕のはいつもの春日さんなんですけど、なんかちょっと戸惑ってるところがあるじゃないですか。いや、本当に、いや、これは結構大通り会議といって、ラジオでもやってきたんですよ。あ、そうなんですか？もう受けに回って、竹山さんとか狩野くんみたいに、もういじられキャラになって、いいかでしょみたいな。が、家とかもあるじゃないですか、家問題。あれもなんか、もう、例えば東野さんとかに、お前もう西で滑ってるでって言われて。え？西で滑ってるんですって、春日の家問題って。誰もおもろい思てへんで。何やねんあれお前感動されたのっていうことで、うん、いや引っ越すのかとかもう難しいねって話を散々してきて、え、だってでも春日さんだったら、はい、西で滑ってようが、うん、どこで滑る、北で滑ってようが南で滑ってようが、うん、別に春日さんは滑るとか受けるためにやってるわけじゃないから、そうか、ま、万が一東で受けてても関係ない。関係ない。どこで受けてるか。何笑ってんだよっていう。ええ、松尾さん、俺そんな奴と組んでんの難しい。さあ、ここでこの時間までに入ってきているニュースをお伝えします。報道部の桜林デスク。やりにくいでしょうけど、はい、ちょっと目の前にピンクのベストの人がいるから。お願いします。よろしくお願いします。はい。お伝えします。以上、この時間のニュースとお天気でした。ありがとうございました。いかがですか？これ、本物の春日ですよ。いや、もう、本物、生で、はい、拝見しました。安心してください。もったいない。彼女はいませんよ。大変安心いたしました。大変安心。うん。ありがとうございました。可愛い子だ。春日さん、これ、
あの、CM 中に、うちの作家が、ね、あの、どうも作家の平松です、つって、挨拶した時に、本当は、ちゃんと挨拶したいけど、ね、俺が見てるから、どうしていいかわかんなくて、でも、今別に、ね、CM 中だし、こういう時どうしたらいいか、決めてないから、すごい、なんか一瞬曲がって、どっちにでも取られる、うるす。それはいいじゃないですか。それ別に言わなくていいでしょうよ、そんなこと。ちゃんと挨拶しなきゃいけ、しないと、無礼なやつだとは思われたくないから。いや、そんなつもりはない。本来覚えといてあげようとかでしょ。そうそうそう。それとおはようございますの間が、ものすごいちっちゃい声で、うん。うん、まあまあ、まあ、何なんですか、どっちか決めてください。いや、覚えてあげようっていうね。うん、何かあったら使ってあげよう。いや、それを言ってだから、その回ってないところの立ち振る舞いです。僕には回ってる回ってない関係ないですから。そうですね。そうそうそう、春日さんいっぱい来てますよ、もう。ラジオネーム、河川鉄道31、春日さんが登場したけど、あと30分しかないぞ。よし、日本放送、春日さんのために放送時間を1時間延長しろ。おぉ、よっぽど好きなんですね。すごいな。そうだな。ありがとな。ラジオネーム、上下関係ギリギリ。哲学者のソクラテスはこんな言葉を残しています。うん、春日とは、存在ではなく概念である。名言ですよ。まさにそうですよ。そうですな。ずっと続く普遍の、うん、ねえ、もういつの時代にも存在する、いつの時代にもある概念ですよ。我々の中にある。春日、ね、とは概念であり現象だしね。そう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 。そう、現象なんですよ。そうよ。一つの現象。俺、中学生の春日してるから、ちょっとなんかしっくりこない。いや、ずっとだ、概念がずっとコミックで。でもずっとそうでしょ。だから、ね。春日物語っていう、その物語の中では、はい、ちっちゃい頃の春日さんをね、例えばこういうドラマで子役をやるとしたら、はい、ちっちゃいピンクのベスト着た。春日さんが小学校で。いや、そうですよ。ちびたま、ね、ちびたまとかじゃないんだから、そんな、そんなことじゃないですよ。毎日遅刻するから、ゆっくり歩くから。うん。春日は中学の時、クラスで一番下のグループに入ってました。ちょっと待って待って。下なんてあるの？春日に上、ね、上下なんてあるの？いや、ないですよ。ミニ四駆やるグループに入ってた廊下で、中学の時。怖い人たちにミニ四駆蹴られてた。え？それ、そんな、そうなの？それ春日さん？それ。いや、それはだから春日は別に下だとは思ってないですもん。うん。ああ、そうか。ミニ四駆を廊下で走らせながら、概念だなって思って、自分のことね。勝手に、周りは勝手に、その上のグループと下のグループとか、決めたりするから、そういうなんかくだらないね、その物差しで測るんじゃないよっていうのは思いますよね、春日のこと。それはかっこいいですね。ミニ四駆蹴られてたんですよ。蹴られても。蹴らしてやったんですよ。蹴られても追わないですよね、そのミニ四駆。追ってた。あーって言ってた。いやそれは、いつからか春日になったの？違いますよね。違いますよ。最初から、生まれたのが春日ですよ、ね。おぎゃーで春日ですよ。そうですよね。いや、おぎゃーじゃ、トゥースです。トゥースです。お前、今のは、おぎゃーって言っちゃってるもんね。今のはボンミス。おぎゃーって言っちゃったよ。まさみさんの方が春日うまいじゃないですか。春日の演出。演出。いやいや、もうそれだから、もう生まれた時から、ね。いや、そうですよ。もちろんそうですよ。うん。うん、そうです。別に何を頑張ってるわけじゃないし。うん、ただただ、呼吸するように春日をやってるだけだよ。まあ、やってるというか。やってるとかじゃないけど。やるとか、春日は行為じゃないですか、ね。行為じゃないです。概念です。概念です。お前、春日下手。いや、下手とかないよ。春日がルールなんだから。その下手も上手いもないだろ。ないですよね。僕らがやろうとしたら、どんだけ上手くできてても、春日さんこそは下手だなってなるけども、春日さんは、噛もうとどうしようと、やったことが春日の、うん、ね、言葉ですから。そうか。常に成果を出し続けてるってことよ。そう春日の成果を常に出し一回もブレてないんですもんね。ブレてないです。さっきのおぎゃーもそうなんだ。それはもちろんそうだ。そうです。さっきのおぎゃーは何だったのじゃあ。えあれ何おぎゃーって生まれたんですか
いや、私あのトゥースで生まれた。そうですよね。なんで言っちゃったんだろう。いや、そう、なんで、あれは何、なんで。あれはだから、その分かりやすく合わせたんです。あ、僕らに合わせてくれたんですよね。トゥースで生まれたと。トゥースで生まれたって、その辺をね、カスが覚えてる。そうか。あの、僕とかはもうすぐ分かるけど、ええ、ね、その、まあ、そこまでカスがを知らない人にとっては、トゥースで生まれたって何って、一回カスがの説明をしなきゃいけないんですよ。そうそう、ちびっこも聞いてるし。そう。そこに対する配慮ですよ。うん、だ僕らの言語に合わせてくれたんですよ、カスガが。それがカスガが成長したとこですね。今まで。歩み寄りがなかったから。確かにね。あまりにもカスガのままで居すぎると、ちょっと視聴者を置いてきぼりにしてる。子供たちを置いてきぼりにしてる。ね、入り口を広くしてあげようかなっていうカスガの優しさ。で、どうでもいい話の論理が難しいんですこれ聞いてる人難しい、これ。どんどんブラッシュアップされてんだけど、難しいの。でもどうでもいいの。いやもう今日は本当にね、俺安心したから、だから今後ね、はい、俺見ますからね。俺はちょっとどっかで、うん、あの春日を見てから、うんスクール革命でのあの滑る春日を見てから、うん、俺はちょっとテレビ離れしてた部分があるんですよ。どこで滑る春日を見せられるのか、夢を壊されるのか分かんないから、うん、極力もう見ないようにしてたんです。春日という存在をね。だ僕の中ではもうあの春日のまま、もう僕の心の中には春日はいるから、はい、その春日を僕はずっと今見続けて、で、今日、はい、ね、それがあのちゃんと春日は春日だった。っていうことをここで証明してくれたから、うんうんうん、こっから僕はね、あのオードリーの出る番組を全部チェックしようと思う。うんうんうん、大丈夫？いや本当に辛い思いさせたね。いやもう本当、ね、もうちょっといろいろね、うん、心配しましたけども、ね、今日ここでちゃんと春日さんが堂々と春日宣言をね、改めてね、やってくれたことでもう安心しましたから。うん、もう全部いきますこれ。難しいのが、うん、いや春日お前実は一般人なんだろっていじられ方は散々やってきたんですけど、春日お前実は春日なんだろっての初めてなんですよ。俺どうしていいか新しいところ初めてなんですよ。うんそれは戸惑うでしょう、君はね。そうだよ。俺だけだよね、戸惑う。そうそうだ。君がだから合わせなきゃ早いとこね。そうかそうか、そうだよね。だからそれまでそういうことがあったとしたら、それは春日さんが合わせてくれてたのかもしれない。そう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 。まあ、それはね。そうやっていじんならいじりなさいと。それはおもちゃになってあげようじゃないかと、ね。あ、そうだったの、でも本質はなんだってなったら、やっぱり、バカリズム君が言ってることだから、ね。そうですよ。バカリズム君って言うたびに、若林さんがなんか苦い顔するいや、僕はなんとも思ってないです。慣れなさい、君は。なれないじゃあ、俺は、春日が、ぐっと勇気出したのが分かっちゃったから。俺は勇気なんかないよ。ちょっとそこ0コンマ何秒間があったのを僕もなんか感じたんで、それは気のせいですよね。気のせいだよ、それは。バカリズムって、うんって言う時の、なんかね。じゃあ、そりゃそうだよ。いや、その間があるのはさ、ね、よし、バカリズムくんっていう、そのよしがあるからでしょなんか、呼んじゃおうっていう。一回テイクバック取ってるんですよ。なんか、テイクバック取ってバカリズムくんって言ってんだけど、違いますよね。違う違う、そんな別にね、素直に言ってますよ。呼吸するように言ってる。そうですよね。呼吸するときに一回気合い入れるかだって。うん、息するとき。それを言ってるんですよ。春日さん、呼吸するようには気に入ってるんですかいや、いいんですけど。いやいや、いいね。うん、そうだね。まあ、気に入っているよ。多分、便利なやつなんだろうなって思って、うん。そうだね。わかりやすい例えてね。そうね。うん、ああ、確かにね。そらそうよ。ちょっと今後どうしていくか。ええ、これ、若林さん、ちょっと、はい、悩んでます？これ、今後どうしていこうか。いや、俺、マジでパニックですよ、今。初めてだから、このケース。カスガ、実はカスガなんだろうって、はいはいはい。だから、うん、これはちょっと土曜に持ってきます、ちょっと、この話し合いは。まあそうだな、そうですよね。こっちの方がいいのかな、かいいのかなとかじゃないのか、そうか、うん、いいも悪いもない、ね、だからまた若林さん次第なんでしょうね。そうですね。今後もうど、うん、どこに出ても、だから、まあ言ったら、まあ、本当合わせてくれたっていうことなんですけども、はいはいはい、今までちょっとそういう僕が見ちゃったそういうスクール革命での、うん、そういうことはもう一回元に戻すという。はい、そうですね。わかりました。じゃあ、ちょっと明日ちょっと揉むんで、うん、はい、ヒルナンデス生放送期待してるよ。ヒルナンデス、ええ、カスガがカスガとして、はい、っていうことで決めていこうと思う。これまでは、はい、ヒルナンデスでのカスガはどんな感じだったんですか？なんか結構クイズとか出ても、うん、なんかボケたのにブーとか出されちゃって、はいはい、答える前に出されちゃうみたいないじりで、うん、ちょっとまだ言ってないじゃないですかとか。答える前に？だってカスガの答えは聞きた
たいじゃないですか。そうですよ。いや、でもその、気遣ってくれて、副長が。うん、気遣ってくれて。はい。だからそう、気遣ったらだって聞いてるでしょ。いやそうよくわからないよね。春日の答えは何を言うのか。春日が、ね、放つ一言一言っていうのは、やっぱ春日にも寿命がありますから、限られてるんですよ。そうだ。ね。そんな中で春日が発する言葉も限られてくるわけですよ。そんな貴重な言葉を、ね、ブーだなんていう、そんな効果音で書き消すわけないじゃない。聞きたいもん。生きてるうちに。いや、でも最近そうだよな。え？そうだね。そう。そうなってきちゃってるから、やっぱそれはね。でもその後、ちょっと待ってください、まだ言ってないでしょってやってるんですよ、最近。ジタバタしてるの。春日ってジタバタすんの。すげえやだ。だから、へーとか、あ、トゥースなんてもちろんやんないですよ。こ水曜昼なんですってオープニングあるじゃないですか。うん、トゥースなんて、それは他の人の紹介があるから、やっぱトゥースなんて言わないです。昼なんですのところにトゥースで始まるみたいな。トゥースやったことないですよ、オープニングで。うん、えだからちょっと見ててください、マスノさん。あの、それはちょっと春日がね、うん、あれ、ね、はい。いや、それはそう、やっぱりね。うん。やっぱ、がっかりする人がいるっていうのは、やっぱ目の前で今今日分かったから。はい。明日の昼なんです、お願いします。はい、いや、もうやってやりますよ。水曜日な、明後日のやつ、ちょっと見てください。ええー。はい。ちょっと心配してんのは、テンパっちゃって、なんか、これを聞いてる人はね、面白いけど、すごいなんか、悪ふざけのノリを、なんか、大先輩のいる生放送でやっちゃってる感じでしないでください。僕のせいになっちゃうから。そうですよね。直属の先輩ですから。任せてください、それで。もちろん、もちろんです。今週の土曜は、はい。なんかやるんですか？そうなんですよ。女子大生、本当の女子大生を呼んで、サークル活動をするということをちょっとやらせていただきまして。はい、はい、はい、はい。お揃いのジャンパーで憧れのサークル活動を明らしく、え、女の子呼ぶんですか？女の、本当の女子大生が来て、みんなでそういうノリを、味わったことないんで、やりたいと。職権乱用じゃないですか。いやいや。そういうことはないです。そうなんです。そうなんですよ。じゃあちょっと僕も楽しみなんで。はい。ありがとうございます。ということで、ゲストのオードリーのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイ。今夜のゲストはオードリーのお二人ということなんですけども、どうやら、先に、一人だけ到着したようなので、それでは、あ、着いた。二人とも着きました。二人とも着きました。じゃあ、まず若林さんに、来ていただきましょうか。あ、来た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 。今夜のゲスト、まずは、オードリーの若林さんです。よろしくお願いします。ほんとギリギリなんですね。今着いたんですね。危なかったです、本当に。あ、そうなんですか？着くかわかんないとか言って言われてて。マジっすか？名古屋にいた時には。ちょっと押したら、厳しいよなんて言われてたんですけど。そうだったんですね。あ、わざわざありがとうございます。いや、とんでもないです、こちらこそ。いや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 。なんか、まあまあ、前回ね、来ていただいた時は、まあちょっと、春日さんメインで、ね、春日さんどうしたと、本物の春日じゃはどこに行ったんだっていうことでね、まあ我々、でもまあ僕が、まあ春日さんをまあ励ますというか、昔の春日に戻ってくれということで、まあそういう回だったじゃないですか。はいはい。で、まあ、結局、そればっかやっちゃって、前回若林さんとそんな喋ってなかったんですよ。そういえばそうですね。そう。だ実は、本当にちゃんと話したいのは若林さんだったりするんですよ。はい、もう、春日さんってもう、言ったらあのネタしかないでしょ。いや僕と春日さんの間にはね。あ、そうなんですか。いやいや、もうまあ、もうあれ戻ったら、戻っちゃえば別にもう、僕は安心なわけですよ。これからもテレビで見ていますからっていう。はい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 。まあ若干の不安はありますよ。この間、ちょっと共演させていただいたときに。ええー、ありましたね。スクール革命の収録に行ったときに、はい、僕はもうラジオの、この、前回のね、10月の生放送の直後は、はい、ちょくちょくどこでね、春日さん見ても、はいはい、ね、もう胸を張って、どこでもトゥースとやりきって、鬼瓦を本気でやりきる春日さんだったから、はいはい、でそっからちょっと見かけてなかったんです。ちょっと見れなかったんですよ。うん、で、春日さんのままなんだろうなと思って迎えた、スクール革命で、はいはい、なんか、あれでもなんだ、あんなんだったっけみたいな。こんなシュンとしてたんだ、みたいな。そうですね。話には聞いてたじゃないですか。はい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 。スクール革命での春日さんはちょっとシュンとしてるみたいな。なるほどなるほど。思った以上だったんです。でも、あれは、あの番組は一番、だからその春日に、逆風が吹いてる、番組なんですよ。確かにもうなんか、はい、
ちょっとシーンとする準備ができてる状態ですよね。あの、スタジオ全体。そうなんですよ。そう、俺そんなふうに思ってないから、ね、まあ、ところどころ俺が春日さんに無茶ぶりをするシーンってあったじゃないですか。ありました、ありました。もちろんスタッフさんに、あそこでいろいろやってもいいですよって言われてるからやったんですよ。はいはい、はい。ただあの時の、全員が一斉になんか手を離してくる感じ。一斉にパッてみんなが。それまでなんかみんなでワイワイやっててね、山崎さんのことを言ったりとかしたらみんながわーとか言ってみんな入ってきて、はいはいはい、ねえみんなでワイワイやってる中、はい、あの平愛理さんとか、そうですね、ねえ、になんか振るとなんかいろいろみんなが入ってくる中、春日さんに何かを振った時にみんながファッて、そうなんですよ。あの番組は整ってるかもしれない。その、春日シフトというか。なるほど。そういう意味では僕は一番、春日さん的に見られたくないところを見ちゃったんですよ。多分、増野さんが、あの、最初に夢を壊したのも、あの番組をオンエア見てたと思うんですよ。そうですよ。だから、まだでも、そう、でも、本当に、あの、春日は、いや、俺が言うのも変ですけど、あの点検以来、ちょっと戻ってきてるんですよね。その、合わせるわけじゃなくて。ですよね。多分、本人も、気づいたんじゃないですか。あの、点検をやって。思い出したんでしょうね。いや、もう、ちょっと本当に街の感じも変わってきてますからね。あ、マジっすか？はい。はー、今、ちょっと舐められ始めてたじゃないですか。いや、そうですよ、世間は。はい。世間にね。で、今、だからその、海外とかでロケよくやってるんですけど、はいはいはい、で、僕が、この間、あの、歩いてたりしたら、うん、あの子供たちが、カスガーっていうのが、あの、やっぱ海外ロケでその、ハッスルしてるから、なんかそう、ほんとスターに、いや、ほんと2009年みたいになってきて、いや、ほんとにほんとに、いや、俺、これほんと合わせてるわけじゃない。いや、この話が来てから、あ、そういえばそうだなと思ったんですよ。で、僕らのラジオオールナイトでもちょっと喋ったんですけど、で、若林しかいないのみたいな、あの2009年の感じが、なるほど。じゃあ、未だにちゃんと維持はできてるんですね。維持はできてて、ちょっと戻ったんですよね。たまたま僕が見たあのスクール革命が、はい、あそこはちょっとまだ、はい、まだ、まだ、まだもうちょい時間かかるかもしれない。これが最後にあそこですよね。最後はあそこかもしれない。そうなんですよ。なるほど。じゃあ、春日も春日のままだったんですね。春日の、もうままに戻ってきましたね。ああ、よかったよかった。安心しまして。はいはい、なんか、俺はもうスクール革命でちょっとあれ、はい、と思って、もう一回ちょっと、いやもう一回なんかね、一回バチッと。やっぱり、あそこで、ちょっとやっぱり心が変わったのか、うん、で、やっぱ有吉さんってさすが早いなと思ってて、うん、あの、正直散歩、はいはいはい、マスオさんもね、はいはい、出られたことあると思うんですけど、はいはい、そう、うん、で、散歩してたら、もう、もう。カスガだ、やってきましたよ、皆さん。対応のカスガが。本物のカスガや、変わってなかった、よかった。皆さん、本物のカスガですよ。いやすいません、お待たせしちゃいましてね。よかったよかった。いや、しかも、ね、しかもね、はい、前回は、前回の登場よりも、はい、さらに堂々としてる。前回は、ちょっと、探り探りだったんですよ。ちょっとありましたね、その感じ。ね、入ってくるときに、とりあえず全力でトゥースやりますけど、これ大丈夫なんですよねっていう顔がちょっと見れたんですけど。はいはいはい。今回はもう、完全に完全なる春日。完全なる春日。堂々と入ってきましたね。完全、そうですね。ただね、今なんか、盛り上がってたぞ、お話が。はいはい。ね、だいぶ盛り上がってたんで、気づいてないかもしれないですけど、あの、ゆっくり入ってきてたんですよ。はいはい。で、全然気づかないから、また戻って、2往復ぐらいあの辺を、うろうろしてから入ってきた。もうだって、バカリズムさんがこれ肩入れちゃってるから、若林さん。私の視界にも入ってたんですけど、入ってたでしょ？もう、なんかその、マスノさんの前でっていうか、このラジオで、春日が切ってますよとか先に言っちゃうのがもう寒いみたいな。寒い、それは寒いよ。確かにね。いや、だからあの、春日さん多分すごいね、伸び伸びやってると思うんですけど、俺、ちょっと難しいよね。そう。この、若林さんの立ち位置って非常に難しいんですよ。そうなんです、そうなんですよ。そうだね。いや、でもちょうど今も、マスノさんと話してたんですけど。そう、春日さんの話してたんですよ。そういえば、あれから、あれからって春日さんに聞くのもおかしいのか。いや、でも聞いてますよ。もうね、あの、春日さんのあれからの大活躍は。結構ね、ツイッターとかでも、あの、僕のところに寄せられてたんですよ。来てます。あれ以来、春日が、戻りましたと。それ多分、オードリーのファンなんですよ、しかも。はいはいはい。やっぱあの時の輝きを取り戻しましたと。バカリズムさん、ありがとうございます。
お礼を言われる。お礼を言われる。ね。ねえ。まあ確かにね、なんかやっぱりその、うん、現役じゃないなっていうかやっぱありました。現役時代の。現役の春日じゃない。現役の春日じゃない。やっぱり。いや気づいたらですよ。それバカリズムさんに教えてもらった感があったんで、あの頃のなんかそのキレというか、そのなんかこの、もう一回この、取り戻した感じありますね、自分の中でも。本当に良かったですよ。ところで何を顔を怪我してるんですかところで、春日が何にぶつかることがあるんですか、ちょっとあのニキビをこじらせて。春日はニキビなんかこじらせないよ。本当に恥ずかしい話ですよ。春日として不本意なんですか、不本意ですね。春日はニキビに触らないもんね。そうですね。ほったらかしですもんね。関係なく本当にね。まさかね、こんなね、恥ずかしいっす。ただでそんな隠すわけにもいかないですしね。なるほど。確かに。春日は。なってしまったものはなってしまった。だったらもうさらそうと。そうですよね。受け止めてもらおうって話です。なるほど。いやー、どうですか、ね、そうなんですよね、もう戻っちゃったら特に話すことないと。だって点検しても大丈夫なんですよね、大丈夫なんですよ、問題なかったから。まあ唯一心配だったのは、はいはい、先日お会いしましたよね、はいはいはい、今岡林さんにも話したんですけど、スクール革命の収録行かせていただきまして、あそこで久しぶりに春日さんと会わせていただいたんですよ、あれと思って、あんな感じなんだって思って。確かに、だから唯一都内で戻ってない現場はあそこだけです。あ、そうなんだ。他は全部他で戻ったんですよ。スクール革命だけが一番長い歴史なのに。ちょっと難関なんだ。そうですね。いや、やっぱりその、ひっぺがしのザキヤマさんがいますからね。いや、そうなの。壊し屋がいるんだ。そうですね。一回壊されちゃってるんですよ。スクラップになっちゃってるんで。朝から。またこの一からこの春日を立て直す作業っていうのが。あれはね。ちょっとだから。なんか本当に、うん、だから、俺はもうね、本物の春日だと思ってあの現場に行ってるから。はいはい。ね、スタッフさんにも、僕、春日さん大好きで、これこれこういうことがあって、みたいなことちゃんと話した上で、今回僕、春日さんになんかいろいろやってもらいたいです。じゃあ、春日さんになんかやってもらうネタを振りますね、って、僕仕込ましてもらったんですよ。ね、はい、んで、うん、いざ振ってみたらみんながなんかすごい春日さんをね、うん、なんかものすごい蔑んだ感じで言ってるじゃないですか。すごい悲しい。俺にとってはね、スーパースター春日なのに、はいはい、なんか、うん、そなんかお父さんが、うん、蹴られてる姿見せられてるみたいな。相当だよ。ええー、尊敬する。家ではあんなかっこいい。尊敬するお父さんが会社でなんかすね蹴られてるみたいな姿見たくなかったんですよ。で、僕は、その一回休憩時間があって、春日さんのとこにバンって走って行ったんですよ。はいはい、ね。そうですね。行ってた、行ってた。そうそう、春日さんどうしたんですかって言った時に、あそこで僕は春日さんに、ね、いや、あれ、まあ、別になんてことはないよって言ってほしかったんですよ。それをものすごすごい苦い顔して、いや、ちょっとしょうがないんですよって言ったじゃないですか。いや、だからね、ここはちょっとしょうがないですよ。それはまずい。それはやっぱ家帰ってね、やっぱりちょっとね、うん、反省しました。さすがの春日も。あそこはね、そう、ちょっと。やっぱそのファンの夢を潰したというね。本当そうですよ。せめて僕の前だけは、僕話しかけた時には春日でいてほしかったもん。そうですね。これも春日の一つの仕事なんだよっていうね。そうそうそう。少年、少年よって。うん。これも、ね、春日の一部なんだって言えばよかった。そうなんだ。春日が食っていくためにはああいうこともしなきゃいけないんだっていうね。そうですね。あそこだ、もうちょっと時間が、ね。なるほど。今後ですよね。やっぱ山崎さんですか。そうですね。ザキヤマさんに、やっぱりこの、見せていかなきゃいけないなっていうのがありますよね。昔の、ね。やっぱ連鎖してね、みんなもバッて手離しちゃいますからね。結局俺も手離しちゃったんですね。怖くなっちゃって。床にベチャーってカスカが。カスカが。散らばっちゃったから。散らばっちゃって。もう書き集めるの必死ですよ。東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国ネットで生放送、バカリズムのオールナイトニッポンゴールド。はい、今日はオードリーの2人をゲストに迎えて、いろいろ話を、聞いてるんですけども、うん、春日さん、メールが止まりませんよ。そうでしょうね。もうちょっとね、いつも以上にもう殺到しておりますよ、俺は、うんうんうん、ちょっと読ませていただきますね。愛媛県ラジオネーム前田ら。春日の現役復帰宣言感動しました。僕らにとっての春日はサッカー少年にとってのキングカズと一緒です。ありがとう。とんでもないよ、うん、
カズと同じぐらい。キングカス。キングカスですね。キングカスダンス。大丈夫なんですか？キングカスって。キングカスですね。間違ってないようにも聞こえる。でけえ風船だから、パーッつって。似合いそうだね、それは。それこれでカスカスダンス？カスカスダンス、カスカスカスって。そうですよ。やってね。まさに僕らからすればもう、僕らって何ですか？僕ら、カスガー少年からすれば。僕らカスガーですから。カスガー少年。カスガー少年からすればもう、まさにそういうイメージですよ。そうですね。喜んでいますよ。ラジオネームはめ太郎。春日は最近肌が焼けていますが、なんでですか？子供たちにお願いされて、イカダを海岸で作っていたからですか？そうなんですか？どういうイメージだ、ね、どういうことだ。そんな子供たちのためにイカダを作ってあげたりしてるんですか？まあ、子供たちのためっていうのは、大きく言ったら間違っていないですね。なるほど。まあ、イカダは作ってないんだけどもね。ちょっとまあ、その、春日の、まあ、新たな挑戦というかね。はいはいはい。まあ、近日詳細は明らかになりますけれども。なるほどなるほど。それはじゃあ僕ら楽しみにしてていいんですね。そうですね。がっかりする親じゃないですよね。がっかりではないですね。ただ日に焼けてるだけじゃないですよね。そんなわけないですね。そうですよね。春日ですよね。そうですよ。春日は春日としてそこに存在するんですよね。なるほど、こういうことだったのかっていうね。苦笑いでちょっと待ってくださいよじゃないですよね。そんな春日はもうどこにもいない。どこにもいない。そうですよね。大丈夫です。そんなものはスクール革命に置いてきましたからね。あそこだけ。あそこまだあそこだけ。逆に貴重だな。逆にね。そうか、逆に貴重なんですよね。まだありますよ。ラジオネームピスタチオ侍。春日さんは今油が乗りまくっていて、ドッグカフェの店員さんとデートをしたそうです。これからはもっと多くの女をはべらしていくと思います。楽しみですね。そうなんですか、プライベートで。まあそうですね、プライベートで、久しぶりにそのいわゆる女性とね、お二人で。春日さんの、僕はそういう女性関係とかまだ全然知らないんですけども、これどうなんですか、謎に包まれてるというか、まあもし、多分、ラジオだとかそういったところで話してるのかもしれないんですけど、春日って、モテるの、ね、子供には人気ありますよ。子供には当然人気あります。はいはいはい、実際どうなんですか、女とか抱くの。それはやっぱり、明日への活力としてだけだ。明日への活力。女ってのはやっぱり。なるほど。生肉とはやっぱり女は明日への活力。なるほど。あ、かっこいい。あ、それいいですね。はい。生肉。生肉食べますからね。そうですね。焼かないですからね。関係ないと思ってますからね。やっぱそれはありますよ。そうですよ。春日といっても人間、男性ですから、年頃も。やっぱ、その女性は、若林さん、どうなんですか、はい、春日さんって。うん、いや、秘密主義者なんですよ。秘密主義者なんですか春日さん。やっぱりそうです、うん、あんまりベラベラ男は喋るもんじゃないっていうのもありますし。まあ。やっぱり春日って職業やらせてもらってますから。かっこいい。金卓みたい。いや、何々みたいってありなんですか。俺も言っていいですか、松尾さん。思いつくやつ、たくさん言っていいですか。カズみたい。スターですか、スター。その辺に肩を並べるという。キムタクもそうか、スターだから。スターですから。でも、秘密主義者なんですけど、この間そのラジオで、そのドッグカフェの店員と、プスマで、我々がプスマ出させてもらった時、鎌倉をね、ロケしたんですけど、そのコース通りに、デートしたっていう話をして、春日そういうのコース通りに行くの、ね、やっぱそうですね。本当にだから、そのプスマで行った時に、心からいいなと思ったから。それはやっぱり活用しますよ。それはいいんだよね。それはやっぱり女性を楽しませるっていうのはやっぱり春日としての役目だし。女性を楽しませるためですもんね。そうでございますね。別に無難な方を選んだっていうことじゃないですよね。じゃないです。なるほど、なるほど。それどうだったんですか、その女性とは。まあまあ結構いい感じでね。向こうの女性がそのテレビをオンエア見てなかったんですね。なるほど。見てなかったから全部新鮮なリアクションで。ああ。普通の男じゃないですか。そうそう。ふすま見た普通の男ですよね。だからね。よかったんですよ、じゃないですよ。頼むよ、本当に。やっぱそういう部分もあると。お茶目な部分ね。そう、35歳の男性って部分もあるから。そこがやっぱり人々を魅了する。そっかそっか。全部が春日すぎると、我々はちょっとあまりにも雲の上すぎると。そうなんですよ。そうやって庶民的な部分もあるんだよということで、ね、春日はね。そうです、そうです。
もう安心させてくれるんですよ、僕らを。そうなんですね。そうです、そうです、そうです。そういうもんだよね。そうか、そうか。完璧じゃないと、カスガもね。そうそうそう。手が届きそうだなと思ったら、ふっと離れたりしますね。なるほど。なるほど。そういうことなんですよ。だからね。だからファンもずっと追い続けるんでしょうね。そうなんでしょうね。まあ、罪な話ですけどね。届きそうで届かないっていうね。そこなんでしょうね。今日は準備してますね、なんか。準備はしてないですよ。前回より準備できるからな。整ってますね。なんかもう、覚悟決めてきてるから。前回は戸惑いながらやってたから、そうですね。なんかあれでしたけど、もう今回はもう覚悟決めてきてる分、なんか。もう、もらってもいいと思ってますね。すごいです。いつかパンチもらってもいいと思ってます。あ、そうなんですね。そうですね。若林さんはどうなんですか？あ、僕がですか？はい。じゃあ、僕、若林さんの話も聞きたいんですよ。あ、女性ですか？はい。いや、これが、やばいですね。やばいですか？この間、まあ、松野さんにもちょっとだけさ、話しましたけど、とんだ風俗野郎だったってことが発覚しちゃって、自分が。あ、若林さんがですか？いや、俺、彼女いない人って、俺、2週に1回ぐらい風俗行ってると思って。はいはいはい。俺一週間に一回ぐらい風俗行くんすけど、みんなに聞いたら行かないっすね。俺すげえショックで、で俺なんか別にその下ネタ野郎じゃないし、でなんか山里さんとか、そういうなんか、いや行き過ぎでしょみたいないじってきたんすけど、山ちゃんより行ってるんですよね。なるほど。で俺ちょっとショックで、みんな男ってそうだと思ってたんすよ。僕もそれぐらい行きますよ。え？マジっすか？うん。松野さん？僕は。そうなんですか？いや、それはそうなんですか？僕は、性欲がすごく強いから。はあ、そうですか。まず、どうですか？一人でどれぐらいします？あ、その一人のやつですか？はい。いや、それはね、僕、二日に一回ぐらいはもうしてますね。なるほど。僕ね、一日三回します。今でも。今ですか？今でも。一日家にいたら、例えば休みだったら。それはすごいっすね。僕の性欲はもう異常ですよ。それすごいっすね。はい。それはなかなか大したもん。一日3回って。一日3回。どういう時間帯でやってくんすか？何ですか？だからまあ、昼ぐらいに起きるとするじゃないですか、休みだったら。はいはいはい。起きて、ちょっとゆっくりして、しますよね。で、まあ、何やかんやいろいろ、ね、ちょっとした雑務をこなして、で、まあ、しますよね。で、また、暗くなって、ご飯食べて、ね、何やかんやって、しますよね。で、そのまま朝まで起きてたら、下手したら4回目来ます。僕は。なかなか多いですな。いや、1日4回はすごいっすね。僕はずっと、だからでも、別にこれはずっと変わらないだけだから、中学ぐらいからただその回数が落ちてないっていうだけなんですよ。え、でも1日4回やった日の次の日は1日3回とかできないですよね。できます、休みだったら。休みだったら。休みだって、1日家にいればね。やれる環境にあれば。仕事が忙しかったりすると全然できないですよ、なかなか。それでも一回はします。俺で一番びっくりかもしれないです。松野さんに出会って、この話が。俺の情報の中で。情報の中で。スター春日は性欲ってどうなんですか？どうなんですか、春日は。まあ、だからね、そのバカリズム君の後だとちょっとあれだけど、私もまあ毎日。あ、やっぱり。しますね。3回っていうのはなかなか、まあないけども。1日1回必ず。ただ、春日が一人でやっていいのかっていうところありますよね。あ、そうですよね。春日はオナニーをするっていうのは、これ春日的にどうなんだって、そこちょっと決めてった方がいいですよね。なんか変な話、一夫多妻みたいな雰囲気、なんか、ハーレムみたいな感じかな。困らないっていう、そんなことに。やっぱ俺らみたいに、やっぱ困ってる人間の、ね、する手段じゃないですか。まあまあ、そうかもしれない。俺はだから、その、一本じゃないかもしれないと思ってる部分もありますからね。ものが確かに。その中で、何本かあっても、やっぱ春日だったっていう感じがします。それはだから、もう本当に何本もさすがにないけど。でっかい一本ですよね。でっかい一本、そうですね。いや、何本かを一本にまとめたみたいな言い方じゃないですか。でっかい、魚肉ソーセージまとめて売ってるみたいな感じ。赤い、取りづらいテープで、
そうですね。まさにですよね。さすがだね。さすがうまい例えをしますね。何本かみたいな感じだね。一本まとめてドン。ただの一本じゃないからね。まとめてドンっていうのを、うん、やっぱりその私も本当強い方だから。ザラ強いでしょ。その、放っておくと、それはさすがに毎日抱けないですよ。なるほど。女性をね。忙しいからね、そうなんですよ。やっぱそれがやっぱ世間が許してくれないっていうね、時間の使い方として。ただその、春日がノートパソコン開いて動画でっていうのはちょっとやっぱがっかりしちゃいますよね。それはだからね、本当申し訳ないとしか言いようがない。そこはもう、そこはもう認めちゃうんだ。それはやっぱ1日2時間ネットサーフィンが欠かせないから。あ、それは、ね、カズさんは何にも使わずのが良くないですか、ね、何にも使わず。手も触れて。もう、こう手を広げてね。あ、この状態。胸広げて、もう胸張って、あのポーズのまま。じっとして、じっとしても表情も変えず。そうでネット見ながらってことね、うん。ネット見ながら。ネットも見ないですよ。もう、ただガッとして。あの部屋で。あの部屋で。それで行くんですか、そう、行くんですよ、カズさんは。なんか、クッて動いて。なるほど。ちょっとだけ動いて。ちょっとだけ動いて。それはさ、もう見てもらって。とかいいんだから。それで毎日行ってたら一日一回変だよそれ。いやでもやっぱそういう風にしていかなきゃ、それはやっぱりね、やっていかなきゃいけないね。ちょっとね、お二人にはこれ、エンディングまでお付き合いいただきます。くるりでレベル30。東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国ネットで生放送、バカリズムのオールナイトニッポンゴールド。はい、ということでエンディングです。もう先に、いろいろ告知事をちょっともうやっちゃいましょう。今週のオールナイトニッポンゴールドは、明日からも豪華ゲストが続々登場です。明日火曜日は工藤官九郎さん、ゲストに津川雅彦さんが生登場。津川さんは出演の伝説の濡れ場についても語っていただきますと。あさて水曜日は、小島慶子さんとミッツマングローブさん、ゲストにはミッツさんの実のおじ徳光和夫さんと野球大好き芸人のナイスの二人が生登場。野球音痴の小島慶子さんにプロ野球雑学千本ノック。木曜日は、ゆずのお二人、ゲストに大卒インテリ芸人、オリエンタルラジオを迎えて大学の魅力について熱く語ってもらいます。金曜日は相棒劇場版3スペシャル、ぜひお聞きください。で、オードリーの二人もなんかあるんですよね、こっち。はい、そうなんですよ。我々のスペシャルウィークは、ボノヘアナのね、結婚するということで、はい、春のウェディング祭りということで、披露宴をやろうじゃないかという。番組の中で、番組の中で余興をいろいろやろうかなっていう感じになってますね。余興、はい、いろんな若手呼んで、そうなんですよ。もうもちろんその描く通りの意外とオードリーってそういうことしますよね。いや、ほぼそうなんですよ。スペシャルウィーク、若手とか近い人呼んで、うん、すげえネタやらせますよ。そう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 、過酷な状況でね。ああ、それ楽しみですね。はいはいはい、はい、ということでね、今日二人を、に来ていただきまして、はい、まあ、先ほど、盛り上がったお話なんですけども、はい、ちょっとメールが来ております。はいはい、北海道、ラジオネームバリカタ、はい、春日のオナニーはアラジオを使ったスタイルだと思ってました。違うんですねと。あ、普通なんだ。ノートパソコン、ね、俺たちと同じなんだと。ティッシュで拭くんだっていうことですよね。まあ、ちょっとがっかりさせちゃったね。がっかりですよ。まあティッシュ、まあティッシュだな。ティッシュなんだ。違うの出してくれよ、春日。ティッシュ、そうだな。手でピッて切って、バーンって捨ててほしいですよ、ね。うわーって、後ろに、後ろに。後ろにバーンって。で、その場を去ってほしいんですよ。なるほどね。春日はもうその場にいないですから。いやー、だからそこがまだちょっと、でも逆に嬉しいです。自分でね。なるほど、まだその完全でない部分があったんだなって、はい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 、まだ伸びるぞっていうね。それがそのオナニーの仕方だったっていう。春日の未完成の部分が、ま、伸びる。いや、もう春日はちょっと今日固めないとね、ちょっとね、今後ね、まあいろいろなところで疲れると思いますんで、そうですね、ね、いやもうぜひ今後はもう手でピッて切ってもうパッて捨てるから、ね、そう、流しにパーンって、そう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 、手羽みたいな感じで。そうですね、触らずに、うん、粗塩だけだが塗って、塗ってこうじっとして、じっとして、じっとしたらだんだん気持ちよくなってくるんですよ。それはやばいね。見てもらわないとダメなんだよ。
それめっちゃかっこいいっすよ、そうですね、春日は、うん、いやだから本当もう二度と少年たちばっかりさせたくないからか、はい、鳥がバーって寄ってくるんですよ、こう立ってたら下脱いで立ってたら鳥がブワーって寄ってきてで気持ちよくなって全部持っていくんですよ。マスコさん何言ってんすか。鳥が寄ってきて長相みたいになってついばまれてね、うわーっつってガカラスとかが入る。そうそうそう、普通の人だったらもうちぎれちゃうような痛さだけど、春日のはもうそんなんじゃもう全然動じないから。そうですね。いいですね、鳥にやらせてるっつって。そうですね。ね、土佐犬に襲わせたりとか。いや、それは持ってかれちゃうじゃん、これ。鳥とかそう、襲われ、もうエモじゃないですか、そんなやつ。超極エモですよ。土佐犬に襲われて、襲わせるってなんですか、高速に、高速の端っこに立って、あの人が立てるところに立って、チンコだけ出して、ウォーンって。ペーンってやって、ペーンペーンペーンって言って、そしてだんだん気持ちよくなって、そのだんだん気持ちよくなってって何なんですか。一発で終わっちゃうよ。はね。どんなイメージなんですかそれ。スターのやり方のイメージっておかしいでしょ。春日は強いっていう気持ち。どこまで言っていいのか分かんないけど、その想像が。そのが夢がありますよね。そうですそうですそうです。爆竹ぐるぐる巻きにして火つけてパン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 。いやだからさっきからずっと M のやつの言い方です。普通の人ならね、普通の人ならそれ M ですよ。痛めつける行為だから。そうですね、強いから、うん、それぐらい刺激を与えないとっていう。なるほどね、手でなんかこするとかだと物足りないと。もう刺激が欲しいですよ、ね。普通の女性とするときいけないんじゃないの、爆竹なんかで毎日1回行ってたら。そうだなっつって、ちょっとごめんっつってちょっと離れて向こうで隣の部屋でパパーン。うおーうるせえよ。それぐらいないと春日は。まあそうですね、そうですよ、プリチンでだんじり祭りに参加して。何ですかそれ。そのスリルで、スリルでだんだん気持ちよくなってどっかにぶつかるとかじゃなくて、スリルを、スリルを感じるんですよ。風とは風とスリルを感じて。だんだん気持ちよくなってて、なんだスリルで。スリルはね。まあそうですね。そうやっぱ波の刺激じゃ物足りないと。いやそれぐらいの。カスが一個ぐらい出せよ自分からお前。爆竹とか、なんか高速とかやっていろいろ出てんの。それやっぱ出さないのはカスだよ。そう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 か。そうよ。ミステリアスにね。そうですそうです、出さないと浮かばないんだから、出さない。浮かばないって言っちゃった。浮かばないのはカスだよ。好きなだけ言わせてあげてるっていうスタンスじゃないですか。そうですね、伸び伸びやらせてあげてるって。いいな、ね、そう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 、カスコ3メートルあるからね、プロフィール上はちゃんと ね僕ら夢を壊しちゃいけないんです。3メートルさっき本人はノートパソコンって言ってたけど、うん、それはいいのそれで。いやだからそこがだからまだカスガ の、うん、その完全じゃないところですから、ね、ノートパソコンって別に画像をそこに写し出してるわけじゃないでしょそれ。はい、あの USB ケーブル差し込むとこにガーン差し込んでガンガン。ものすごいちっちゃいじゃないですか物が。差し込もうとしてる、差し込もうと入らないじゃないですか。なるほどね。だんだん気持ちよくなって、そうかそのバーンっつってこうバーン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 ノートパソコンだから挟んでバーンバーンってやってだんだん気持ちよくなってだんだん気持ちよくなって春日のオナニーの話で終わります。また来週22時にお会いしましょう。さよなら。お願いします。トゥース本物だ、踊りけーよろしくお願いします。ねえ、わざわざねえピンクベストまで着ていただいて。いやいやそうです、ね、いいのに。いやわざわざないですよ。これで来ましたから。歩いてねここまで、ガッつりスイッチを入れてきてもらってね。ええ、まあ今更こういうことをね、まあ言うのはまあちょっとあれかな、心苦しいんですけども。うん、どうぞ。まあもう
いいかなみたいなのちょっと待ってよ、ちょっとバカリズム君。その、少年、バカリズム少年の、春日へのキラキラ感は、もうある程度、やり尽くして、で、春日さんも、ね、まあ、僕の、まあ、春日さんのこと、俺は好きなのはもうずっと好きですよ。ありがたい。ありがたい。で、もうずっとこのまま、で、春日さんも、割ともう、いろんなところで聞くんですよ。はい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 。昔の春日を取り戻したっていうのは。いや、そうですね、そうですね。ねえ。で、で、マスノさんのツイッターのアイコンも春日になってたでしょ。あ、そうなんですか。あれ、すごいっすよね。俺今、ドットのアイコンなんですけど、俺がピンクベスト着て、トゥースしてるのが今、ツイッターのアイコンしてるんですよ。あ、素晴らしいじゃない。普通にファンですよ、ファンとして。なんか、で、マスノさんが、その、やっぱ春日スターだっていうのを言い始めて、で、有吉さんも、なんか春日がすごい天才だって。若林、お前はいつも滑り笑いだな、みたいな、なんか感じになっちゃったんですよ。なるほど。いや、なんか、マスノさんと有吉さんが春日すごいって言うから、なんか、ほんとコアなお笑いなんかそうなのかな、みたいな。ツイッターのアイコンもそうなるから、春日の良さを分かってから、お笑い2みたいな。春日の裏を言うやつは寒いみたいなね。見えてないじゃないですか。いい、そうですね。春日言ったやつは見れてるやつよ。俺一番難しいんですよ。こうやって、春日今こうしてますけど、新幹線でマスクしてがっつり寝てるのも見てるわけだ。おいおいおい。明かすなヒーローの裏を。そっかそっか。こういうのを言うのが無粋だみたいな風潮になってきて。でも一応ほら、ね、でも一応、この形としては、オードリーの理想の形はそうじゃないですか。そうそう。春日という存在があって、相方がそれを崩してみたいな。はい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 。二人のやりとりとして。はい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 。周りは、春日、こう、ね、そうなのってこっちの方違うんですよっていうふうに。はいはいはい。ね、否定するのが。そうなんですよ。今一番いいバランスですよね。いや、そう、でもまあ、一年半ぐらい、マスノさんにそういう感じやっていただいて、やっぱ一番跳ねてたのが2回目のこのラジオだと思うんですよ。あれは面白かったですね。あれ面白かったですね。今日もだ、どうしようかなっていうのがあって、その、俺だけではもう、俺はもうずっと変わ、ね、変わらないし、今までのは、どうした春日から入ってるから、その現場でも。なるほど、なるほど、そっか、そうですね。まあまあ、前に、これスクール革命出させてもらった時にね、俺はもうそのキャラで行って、キャラっつったらあれだけど、で、まあもうそれも世に広まったじゃないですか。広まりましたね。で、春日さんも春日さんそれ乗っかって、なんとかするけども、なかなか、まあ、うまくいくこともあれば、いかないこともある。でも、俺は目をキラキラさせて、カスがもっと頑張って、頑張ってというパターンで。はい。はいはいはい。パターンというか、形というかね。形というか、形、パターンというか。そうですね。ちゃんとね。ようやく良くなった不景気が終わったんだよね。終わったでしょ。そう、晴れましたよね。ね、その、笑い起ころうが起こる前のカスがはもう堂々としてるっていうのが、本来の目的。はいはいはい。ね、あそこで、でも実際に果敢にやってくれたから。もう、俺的にはもう、なんていうの、その、なんていうかな、この、うちわでパタ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 って、その、火をね、もうある程度、もう火はもう起こってるから、もう危なかったですもんね。そうそうそう、消えかかってたから、タネギがもう、この2回目の、ね、2回来てもらうときに、パタ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 って、また燃え上がらせて、他の番組でもやってもらって、今もうバンバン燃えてるから。いや、バンバン燃えましたね、あれから。やっと通常のトークができるかなっていう。そうっすね。なるほど、なるほど、なるほど。これだやりにくい。そうですね。やっぱり、その、2回目のイメージがあるんでね。なるほど。ここのね、よかったっていう。そうだね。いや、だからやっぱ、春日はやっぱり、春日だ、スターなんだって言って、オードリーのファンが調子こいてたのが腹立ってるんですけど、な、みたいな感じで。な、みたいな感じで。だって、なんなら、オードリーのファンでもちょっと春日さんのいじってたわけでしょという時代もありましたね、やっぱ時期的には。だから、今ライブとかやっても、春日がゆっくり出てくる、おーみたいな、プロレスラーが出てきたみたいな。これ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 ってね。そっかそっか。だから、うん。プロレスを応援する人に近い感覚なのかもしれないですね。かもしれないですね。そうですね。そういうものだと思って見てもらうっていうのがね。パタパタパタってして今回も今もいい感じになってるから、正直その後、この3回目で、このピンクベストの感じでがっつり来られるのはちょっと俺重いんです。ちょっと待ってくださいよ。いや、そんなこと言っちゃいけないよ。悪いことしちゃったなって。そんなこと言っちゃいけないよ、私は。芸人仲間として悪いなっていう、なんかその、無茶ぶりだから。いやいやいや。いや、これでもやっぱ面白いもんで、1回目のあの時代に、春日はスターなんだっていう人はいなかったじゃないですか。そうそうそう。だからその、あ、やっぱ後続いてきますから、フォロワーが。ね。
だからもう、マスオさんの仕事がこう離陸したから、カズガは。そうそう。まあ、もちろん、継続はしていくけど、うん、もう一回、なんかね、改めてっていうのもなんか。うん、ええ。あ、なんかもう、うん。いや、それはでも寂しいじゃないですか。それはね、ありがたいけれども、燃え上がらせて、それはやっぱ寂しさはありますよ、ね。なるほど、ね。やっぱあの、くすぶってた頃一生懸命の空気をなんか送ってくれ、これね。キラキラされて。上手なかったもんな、春日が。やっぱ一回ね、あの、その、そこまで落ちた時に、やっぱ光を与えてくれたのは、ね、バカレンさんだったから、状況は辛いけども、やっててやりがいはあったっていうね。なるほど。これから一緒に頑張っていこうっていうのがあって。そうですね。俺今もう実際売れちゃったから、春日という。ブランドがまた確立されたから、そう、ここが今一番、この3回目が、こう、なんか俺の中で分岐点な気がするんですよ。なるほど、なるほど。ここがどっち、今、もちろんね、はいはい、その、俺がひっぺがす笑いにも絶対行かないですよ。はい、それは、その考え方は俺ないから。はいはい。春日さんは春日さんとして、いてほしいし、それを面白がる気持ちは変わらないけども、もうでも、うんうんそろそろ普通にトークしてなっていう。そうですね。その上で、その上でその春日と、はいはい、もうキャラも定着したようですし、ええ、そっからの、ね、今度はトークしていこうという。そう、それの同時着席だったわけですね、うん、今日は。そうそうそう。春日が遅れて。言われたんですよ。どあ遅れてしますけど、はいはいはい、いや、もういいです、いいです。ちゃんと喋りたいからって、毎回あのコントやってるのしんどいから。あそういうことだから。春日さんも大変だろうし。なるほど、もう安心したということですね。そうそうそう。その上で、だこっからが、本領発揮するところですよ。そのね、まあ、だって言っても、1回目、2回目ってね、はいはい、言ったらもう、テンション上げてね、うん、昔のなんかやってたトゥースとかを、本意気でやれば、まあ盛り上がるっていうところだったわけじゃないですか。言ったらまあ、そんな言い方はないじゃないか。ベストネタを。そんな言い方はないじゃない。ベストネタをやってくれたわけじゃないですか。はいはいはい、往年のをそのままやってくれて、はいはい、ね、一周したわけですよ。すね、こっからは、ある程度トークで、そういったところ、春日らしさを出していってほしいから、ね、普通の、メールの質問とかに、あの春日はなんて答えんのかとかね。はいはいはい。なるほどなるほど。そういうのを見たいってことね。そう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 。なるほど、そういうことですね。はいはいはい。まあ取り戻し、確かに取り戻したら取り戻したら。春日は春日ですから。そうですね。あ、そういうことだったらよかったです。で、もう次4回目があるとしたら別にもうベストはいいです。だんだんとね、重い。普通にしゃべる。なんか申し訳なくなる。手間をかけさせるのが。芸人仲間として。はい。で、それはだこっち側に委ねてください。委ねてください。ベストで来るか、その服に来るかっていうのはもう、こっちの、その時の。もちろん、カスミンは認めませんよ、俺は。カスミンはよくわかんないから、カスミンやられるとちょっと、あれなん、どういうことってなるから、そこは聞いてないから。わかりました、わかりました。それはそれは。カスガとして、わかりました。別にもう、ね、リスナーの方に、はっきりとカスガらしさをトークで見せてもらえれば、全然俺はもう満足。なるほど、わかりました。そういうことだったら。大丈夫ね。なんかちょっと心配な顔してんだけど。大丈夫、大丈夫。カスガでいてほしい。そうそう、カスガでいてくれればいいし、今までと気持ちは変わんないから。わかりました、わかりました。うん。そんなに俺も頑張らないっていうだけだから。もう大丈夫だと思ってるから。オッケーです、オッケーです。ええ。その、カスガの、その、中の部分を知りたいそう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 。側はもう、だし、また、できましたから。だし、いい加減、若林さんと喋りたいから。それもありますよね。必ずカスガ一辺倒になるから。そうですね。確かに。二人、オードリーの二人に来てもらってるわけですから。はいはいはい。ねえ。そうですよ。わかりました。じゃあちょっと一歩引きましょう。そしたらね。だからたまに、いや全然入ってきていいんですよ。だってラジオでは普通に喋ってるわけですから、普段自分の番組ではね。だからその感じでいいです。わかりました。うん。全然大丈夫です。全然行きましょう行きましょう。そうそう。だここ、安心してほしいな。ここには敵はいないから。そういうことですね。ね。うんうん、ここで滑らせるような人はいないし、春日をみんな面白いと思ってるから。うん、ああ、それはもうやりやすい。それは、ね、聞きたかったそうそう、それはもう、ナイーブだけど、ね。スタートした。ハードキー、いや、同時に入ってくださいって言われた時に、もうドキドキしちゃって。聞いてないからさ。聞いてないです。ええー、っつって。遅れてくるんじゃないのか、それは。いや、俺嬉しい。何度も確認しましたね。そうだよね。そうですね。そうしていかないと、今後大変になってくるから。そうそうですね。はいはい。ね、はい、いい加減このコントはもう終わらせないと。そうそうですね。ここからトークでやっていかないと。わかりました。ねえ、ということで、なんだかんだ、若林さんと全然喋ってないから。そういえばそうですね。もう会えばもう風俗の話しかしなくなっちゃってますもんね、あの現場でも。何をきっかけかわかんないけど、若林さんのそのテレビでの、なんかネジが外れちゃいましたよね。いやいや、それ松野さんですよ。俺は、アメトークで。あれきっかけですよね。あれきっかけですよ。だって、
ねえ、うん、若林さんテレビでそんな言ってなかったですか？いや、俺一回も言ってないですよ。ラジオぐらいでしょ？あの、アメトークで、うん。ですよね。あの回ですよ。俺もラジオぐらいだったんですよ。うん、あ、そうですよね。そう。ほんで、あれちょっと有吉さんもいて、有吉さんが最初にこう、ね、あの、先頭を切って言ったことでなんか乗っかって、そうです。です若林さんが俺知らねえからみたいな顔してたから、ちょっと待てと。ここはもう行かなきゃいけないだろ、ね。俺の持ってるあの風俗のカードでも、一番強いカード。はい、あの、バーベキュー誘われたやつ、松野さん一発目で切ってきたから、俺もあれ、引けないですよ。うん、だって、俺なんか誰かに聞いて、誰かがね、オードリーの、名古屋の番組で、はいはいはい、若林さんが、はい、バカリズムさんは風俗野郎だっつって。いや、そうそう。俺と、松野さんは風俗よく行くっていう話で。だってもう、別の番組で一緒になった時も結局風俗の話になったじゃないですか。いや、なりましたね、あれもね。あれね、まあ、結構カットされてましたけどね、本番は。春日さんはどうなんですか、そう。私はね、あんま行かないですね。あ、そうなんですか。その俗に言うど真ん中の風俗は行かないです。ん？ど真ん中の風俗は行かない。だからそのエステ的なものには、なるほどなるほど。ちょっと、マッサージを散々ガーってちゃんとしっかりやって、ねうん、後半にちょろっとチンコ触るやつですね。そしていわゆるそのスペシャルマッサージがあるみたいなお店を探すのが好きなんですよね。ここはどうなんだと。わかるわかるわかる。ここは普通のマッサージだけで終わるのか。わかるわかる。それがあるからこそ、そのありがたみがあるんですよね。そうなんですよね。その女性のアドリブ感を楽しめるってやつで、うん、本当にその女がエロいからそれが発生したっていう感じを楽しめる、はいはいはい、本当にスペシャル感を味わいたいのでそういうとこ探すんですけど、でもまあ行きつけのところはあったりするんですよね。それはどっちなんですか？ね、それはその、チョロリがある。チョロリがある。ええ。デフォルトであるとこなんですね。そこはありますね。ああ。で、まあ、言っても、だからそこばっかりこう行くんですけど。ああ、なるほど。手堅いからね。まあ、だからそうですね。常連ですね。あれなんですよ。こいつ、今、うん、芸人さんって、うん、コンパとかすごいいっぱいする芸人はコンパとか行って、はい、当たり前の時期がちょっと終わって、うん、結婚した人は家庭的な、はいはいはい、家庭の話したりする。する流れあるじゃないですか。で、この人ね、一緒に行くディレクターとか後輩から聞いたんですけど、週2ぐらいでコンパしてて、今。え？それで後輩に、女の子用意さす先輩っているじゃないですか。はいはいはい。それやってるんですって。すごいっすね。それでなんか、今そんな遊び方するの、あんまいないじゃないですか。同世代であんまいない。ええ、でそれをね、全然喋んないんですよ、ラジオとかで。ガチなんだ。ガチです。ガチです。それもガチです。春日は合コン、どんな感じなんですか？春日は、だって、はいはい、最後に来るでしょ？だって。大体もそうですね。最後にゆっくり入ってくるから、ね。いや、それで、後輩聞いて、うん、で、こうなんかね、秘密主義者なんですよね。あで、後輩がもう俺びっくりしたんですけど、うん、2年ぐらい、春日に女呼んでくれって言われて、うん、当てがってるやつがいるんです、今だっていうやつがいて、で、そいつに聞いたら、なんか、うん、俺滑るから、コンパで、うんうん、何滑ってんすかって、うん、突っ込んでくれって言うんですって。で、それはなんでかっていうと、滑るじゃないですか、春日君、高校で。で、今だが何滑ってんすかって言ったら、はい、隣の女の子に、はい、恥ずかしいって言いながら抱きつくんですよ。やめなさい、若林君。そのお決まりのパターンがあるわ、若林君。やめなさい、君は。やりたいから、わざわざ滑るからって言うんですよ。そのキャラ、どう、春日の中であるんですか、はい、滑る、滑らないの概念ないのが春日なのに。やっぱその場合は女子がいちゃうと。うん、そうなっちゃいますよね。春日はどうなんですか、はい、モテるんですか、これリアルな話。モテる、その、どんな感じなんですか。いや、モテはしないですよね。盛り上がります、それは。それはやっぱ、わっと、まあね、この最初の時に、うん、やっぱその春日遅れてくるじゃないですか。うんうん、で、まあ、春日やるんですね。それやりますか全力ですね。遅れてやってきて、はいはい、で、まあ、後輩とかに煽ってもらうわけですよね。はい、その、自己紹介的なところで、はい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 、で、最後、ね、トゥースとかね。うん、あ、まあ、盛り上がるでしょ。あ、いいですかみたいなことを言ってもらって、まあ、トゥース、しょうがないね。一回ちょっとね。ちょっと渋りながらも。渋りながらも、やってしょうがないで、ルースわーっつって。まあ、全開でやるんですよ。で、まあ、喜ぶ、まあ、もうちょい盛り上がってもらって、うんうん、その辺はまあ、だから盛り上がるんですけど。それは盛り上がりますよ。
ええ。だから、男としてね、どう見るかですよね。もうそれで入っちゃうともう、一つの記号になっちゃうから、春日という。そうですね。でも結構話食い違ってて、うん、一緒に合コンしてるディレクターとか後輩に行くと、やっぱり、うんうん、そんなもんかと思ったんですけど、うん、あの筋肉鍛えて、うん、ボディービルやって、はいはいはい、それからすごいモテるんですって。だから、俺らやっぱ、うん、巨乳とか好きじゃないですか。すごいやっぱ簡単に、同性の女の人から見たら、思われるぐらい巨乳だったらちょっといいなって。ね、一回もう目つきますね。いや、そういう感じで、筋肉鍛えてから、触らしてとか、あ、そっか。かっこいいとかなるんですって。そっか。距離は縮まりますよね、触らせることで。そうですね。うん、まあ、もれなくやっぱ触ってもらえますよね。あ、ええ。結局筋肉なんですよ。そういうの俺ちょっと意外で。うん、鍛えようかなって俺に思っちゃいました。行きますよ。いや、行きましょうよ。いや、そういうとこあるんすって。いや、それやっぱあります。一つのアイテムとしてね。そっか、そっか。わかりやすくね。ありますね。いや、韓流アイドルとかもみんなそうですね。EXILE さんとかもやったら。わかりやすいから。女性はいいのかもしれないですよ、やっぱり。結局そうなんですよね。意外と言うじゃないですか、女の人って。ムキムキは嫌だとか。ね、黒いと嫌だっていう。結局抱かれるのはそういう相手ですもんね。そうですね。で結局世の中一番持ってるのはビルダーなんですよね。おそらくビルダーなんですよ。ビルダー。それはやっぱありますよ。そんなことないでしょ。うん、おそらくね。ビルダーっつうんですね。俺知らなかった。そっちもそこですか。ビルダーです。ビルダーって言うんですね。ビルダーですね。だからこう、つきすぎるとやっぱりちょっと違和感はね、あると思うんですけど。ちょうどいいんだ。ちょうどこれぐらいが。タレントが、チャレンジものでやったぐらいの分量の筋肉がいいんだ。そうですね。だから筋肉ない人よりは、まあ、モテるとは思いますよ。これ結構、でも、話割れるんですよ、うん。ディレクターとか後輩に聞くと、結構抱いてると思いますって言うんですよ。はいはい、春日さんは。うん、でも春日に聞くと抱いてないって言って、うん、で、俺それラジオで聞きたいんですけど、うん、今春日のそういうコアな部分いじんのが、ダサいのかなって俺も思っちゃってて。なるほど。いやでも、それはいいんじゃないですか。誰もしも興味あるし、うん、でもスターのその一面を見たいわけだから。むしろ春日だったら、抱いててもいいし、当たり前ぐらいの。うん、なるほど。リアルに抱いてんの、うん、ストレートに。いや、独身だし、ね、そうですよね。春日って、で、いや別に、見た目はね、はあ、あの、顔もね、ね、うん、こう、整ってるし、うん、筋肉もあって、うん、で、有名だし、はいはい、で、まあ、多分優しいと思うんですよ。はい、もちろん。これ、どうなんですか、うん、抱いてんの彼女いんの、いや、いないですよ。彼女いんの、春日。急に俗っぽくなりました。いや、なんかほら、熟女が好きだとか言ったらあったじゃないですか。はいはいはい、実際そうなんですか、実際、だからでも熟女の人飲むことはなかなかないですよ。まあまあないですよね。機会がないですからね。ね、だからまあ熟女の人も好きですけど、うん、まあまあまあ若い子。リアルに抱くのはどの辺なの、リアルに抱くのは、そうです。やっぱり20代後半。リアルだな。いや、来ないからそうじゃない。当然だよ、それ。それも当然じゃないですか。ノーマル中のノーマル。まあ、我々のね、あの、庶民と同じなんですね、そこの感覚は。そこら辺はやっぱりそうですね。あ、そう、親近感が湧きました。春日も俺たちと同じように、うん、なんか俺たちとのストライクも一緒なんだっていう。自信が出てくるでしょ、むしろなんか二十歳ぐらいの若い子とかじゃなくて、喋、うんうん、りやすいし、うん、女性としても綺麗な。二十歳ぐらいだともう話が合わない。いいな、そのギャップがいいな。これ、ね、話が合わない、無理無理。もう通常のその今ね、その世間に出てるこの春日のイメージだと、はいはい、ね、金髪の外国人抱いてほしいけど、いや俺それ思うんすよ。うん、春日結婚するとしたらもう外人と結婚するとしたら、それが多分春日らしい、すげえ春日だなって思うんですか、うん。やっぱ日本、はいはい、その、はいはい、日本には収まらない、まあね、男なんだなってなるけど、はいはい、でも逆にその20代後半のなんか普通の女性を抱いてるっていうのは、俺らにとってはギャップとしてそっかそっか、親近感が、親近感が湧く、俺らと同じなんだっていう、はいはいはい、なるほどなるほど、ああ、まあでもちょっと夢をやっぱね、その見せてあげるにはやっぱり外国人がいい、そうですね、はいはいはい、結婚の発表はもうどっかで外国人、まあ、でも後半に今度から外国人だちょっとね、っていうか外国人がどう思うかで、このこの春日をこんなやつが来てる、こんなやつが来てそれはもうね、日本で有名なスターだよっていう紹介しなきゃいけないから、うん、そうですね、あ、抱くんですね、まあまあまあ、そう、まあ、抱けるときはね。抱けるときは、ね、抱けるときはね、そう抱きますよ。いや、俺、でもそれ、うん、いや、マスオさんね、うん、俺ね、風俗行くじゃないですか。うん、で、よく考えたんですけど、うん、全然悪いことしてる気持ちないんですよ。うん、でもなんか、うん、がっかりしたっていう人もいる、うん、その声もあって、
て、はいはいはい、で、なんかこう、その日に抱く人いるじゃないですか。うん、一晩限りで。はいはいはい、俺ね、絶対そうならないんですよ。なんか、なんか付き合うみたいなことだと捉えられちゃうから、うん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 、もう必ずもう偉い修羅場になるんですよ。一回、みんなの真似して、みんなの真似して、コンパでお持ち帰りして抱いたつもりが、え、そういう、え、どういうつもりで抱いたのみたいな。だから、もう、それはもうイメージですよ。なんすか、ね、もう、でも、若林さんが抱く。イコール、いやもうそういうチャラい遊び人のイメージがないから、抱くってことはもうそういうことなんだろうなって、もう向こうも、いや、ガチで来るから、そうっすよね。だからそういうチャラい感じのその日限りのっていうテンションでもう来てないんでしょ、もうここに来てる時点で。ですよね。そうですよ。いや、だから俺みんなの真似して、お持ち帰りっていうのがあるじゃないですか。お持ち帰りでね、昔から、古来から伝わるお持ち帰りという風習。だから一回、みんなで集まったとこから抜けて、はい、一軒もう一軒行って、はい、家で抱いたら、次の日からなんかもう、今度いつ会えるのみたいな、ご飯作りに行っていい、ね、みたいな。で、それを、そういうつもりじゃなかったんだってやったら、うん、ショックみたいな、うん。すごいイメージと違うみたいな。確かにイメージは違いますよ、うん。そう、だからそういうふうに傷つけたくないから風俗で、うん、そう、そうですよね。行ってるつもりなんですよ。優しさですよね。はい、人を傷つけたくない。その日に抱くなんてね、はい、申し訳ないから、それはもうちゃんとそうそうなんですよ、お金を支払って、はい、いや、だから俺、その性欲は、うん、ちょっと、多分自分では人一倍ぐらいあんのかなと思うぐらい盛り上がってきちゃうから、うん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 、特に滑った収録の後とか、大事な、命の危険を感じるからね、そう生物が、本来の、俺は自分で戦っていかなきゃいけないところで、牙折られたからまずいっつって、ね、せめて種を残して。種を残さなきゃいけない。次に繋げようと思うから、俺はもうダメだって。そういうことですね。大事な仕事でうまくいかなかったと。そうとか行くんですけど、だからそうじゃないと、あれ、だから上手にできないとダメなんでしょうね。だからもう最初からそんな感じを出しといた方がいいんじゃないですか。うん、これま、そのなんか流れで突然また戻るけど、どうやったらいいんですか？俺その日ないんですよ。あ、その日一回もないですか？その日パターン一回もないです。じゃあ、で俺も、だから、それで、修羅場になんなかったことがないですもんね。へぇ、それ、飲み会で、わーって喋ってるでしょ？はい。岡部さんから言うんですか？この後、どうって。それは結構、なんか、先輩が手伝ってくれたりして。あ、もう、なんとなく、周りから固めるんだ。お前らいいな、みたいな、してくれる人がいて。で、隣とかにしてくれて、で、なんだかんだ、まあ、ゲームがあったりなかったりで、キスをしたりして、で、俺はすごい真剣に、みんなが、みんなの真似して、ちょっと、どう？二人で、抜けちゃわないみたいな。言うんだ。言って、いいよみたいのがあって、抜けて、それで、家行って、それでそういう行為があったら、それでみんな終わるもんだと思ったら、で、結構、お前だからそれ下手なんだよって言われるんですよね。どっから入ってんすかね。いや、もうその、うん、その感じにね、うん。スターはどうなの？だからね、さっき話聞いてると、全然その遊びの、そのスポーツ感覚がないよね。ああ、うん。がっちりこの組み合っちゃってるんで。多分、誘い方もちょっと若林さん、じめっとしてんのかな。いや、そうなんですよ。で、結構。だから入り込むお互いに。ガチ感だし。そう、もう。俺、ガチ感出ちゃうんですよ、ね。ガチ感、もう。もう、すごい組み合っちゃってるから。ああ、軽い感じ言ってないんですね。そうですね。深い話とかまでしちゃってるでしょ、うん、言ったらもう悩み相談まだいかないかもしれないけども、うん、お互いのことはある程度わかるぐらいの会話しちゃってるから、向こうにもう、その、入っていっちゃってるのよ。うん、うん。だからその、ね。ほんと軽い、そのスポーツチャンバラみたいな感じの軽い。まあ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 っていう感じだね。ええー。そういう、だからやんなきゃ、その滑った後にね、嫌だーみたいなのやんなきゃダメなのよ。あ、そっか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 。そうそうそう。おちゃらけてないんだ。おちゃらけてない。ガチなんだ。本当に、いいなと思う。この後どうって真顔で言ってんの。そうなんだ。やめ、それ本質はつかないですよ。って。松野さんの悪い癖ですよ。すぐ本質つくの。いや、俺ね、なんかジメッとで、うん、でもジメッとしてるやつの方が、ものすごい一晩で女の人をやり捨てたみたいなイメージつきがちじゃないですか。あ、そうですね、うん。で、スポーツ感覚の人は、あの人はしょうがないよみたいになるじゃないですか。わかるわかるわかる。得ですよ。だからもう風俗しかないのよ。うん、で、うん、それで風俗行くことを責められたら、俺はもう戦いますよ。何とだよ。
一番の正義だと思ってるんですよ、俺風俗に。傷つけたくないから、傷つけないところで。うん、そうですよね。で、うん、俺がまたでも、スポーツ感出したら、なんかまた、頑張ってる感出るでしょうね。うん、だからもう。まあ、だからその、まあ、周りの協力も必要だよね。そこはだからそんすごい手だれみたいな感じで喋ってくるじゃん。いや、それはそうです。やってんの実際。何人ぐらいの経験人数なの、はい、春日は。それ俺聞いたことない。何なのさっきから。じゃあ何人抱いてんの春日は。改めて聞くと面白いですよ。春日の。ちゃんとした。ちゃんとした。いや、これマジでちゃんとしたの。じゃあ分かった。はい、ガチで、じゃあもう俺も言います。若林さんも言いましょう。ガチで何人か言おう。わかりました、わかりました。うん。ええ。ガチで。います。俺ら、多分、春日のが多いんでしょうね。俺相当少ないです。あ、そうっすか。ガチ。ガチで言いますよ。はいはいはい。俺、なんなら好感度上がるぐらい少ないです。はいはい。俺10人です。これはすごいな、マスノさん10人。俺10人です。いや、確か10人です。はい、10人。9人、10人。でも芸人の中だと少ない方になりますからね。そうですよ。まあそうですよね。年齢的なものも考えて。そうです、そうです。で、だってもともとだって、交際含めてですから。はいはい、が、4人とか5人とかですから。ああ、うん。お持ち帰りパターンだとか、そういうのがもうほぼないんです。はい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 、はい。ね。意外とちゃんとしてるでしょ、俺。いや、ちゃんとしてる。してますね。はい、これ俺ガチ言いました。はい、若林さん何人僕ね、これ、じゃあガチで言いますね。はい、僕15人なんです。こないだね、夏 ね、夏数えたんですよ。夏海の家で芸人で4人でいて、ちゃんと数えようって言って。15だったんですよ。15。はい、あ、でも、多分少ないです。芸人ではかなり少ないですよ。なるほど、なるほど。うん。で、それは15人っていうのは、はい、まあ、でもまあ、交際もありますしね。交際もあって、まあ、半々ぐらいですね。7人付き合って8人、うんうん。そうそう、俺もそんなもん。はい。うん。で、まあ、この辺が俺ら、まあ、いわゆる、まあ、人見知り芸人だとか、はいはい、女の子苦手芸人って言われて、はいはい、なんだかんだで遊べない。はいはいはい。ね、はいはい、AV とかそういうのばっか見て、満、はいはい、たしてる人間の、芸人の中では少ない人間。なるほど、なるほど。さあ、春日、スター春日。よく抱いてると噂の春日は何人抱いてんの、ええま、23ぐらい。そうでもねえじゃん。中途半端なとこ来たな。しょうもねえ数字だな。しょうもねえ数字だな。何よく上から物言えたな、こいつ。いや、でも多いじゃないか、こんなのうちが。一番多いぞ。全員やって、そんな大して遊んでねえよ。23か。ないですよね。やるな、数字。まあまあね。以上この時間のニュースとお天気でした。ありがとうございました。桜橋ですか、春日さんね、今すごいムキムキなんですよ、いい体してるすごいですね、筋肉が。女性からどうですか、やっぱこういいなっていう感じなんですかね。やっぱり筋肉あった方がいいですよね。やっぱりそうですね。我々のふにゃふにゃ、どうですか、この子、あ、すごい、この上腕二頭筋ですか。触ってみますか。あ、いいですか、触って。やっぱこうなるんだね。抱いてあげてください。そうですね、しょうがない、24人目、しょうがないね、本当に。ありがとうございました。バカリズムのオールナイトニッポンゴールド。さあ、今夜のゲストは、オードリーの若林さんと、経験人数23人の、春日さん。さあ、春日を。どうす？よろしくお願いしますね。23人抱いてるっていうことで。なんか言わなくていいですよ。なんか必要だよね、トゥースも。23人だと。これまた次来てもらった時に、何人増えるか。そういう定期検診とか。そんなんいらないですよ、そんなん。3人で言い合いましょうよ。25人ですもん。増えました。定期的にやってね。マスノさん急に増えたなみたいな回もあるかもしれない。この夏何があったんですか。楽
楽しいですね。うれしいですね。さあ、そのオードリーの二人から告知があるということで。はい、すいません。この間ですね、東京国際フォーラムでやった、日本放送開局60周年の、オードリーのオールナイトニッポン5周年記念の DVD、もうライブの DVD が11月8日に発売になりますので、はい、裏側、ステージ裏側などの密着も入ってるんで、ぜひよろしくお願いします。そして今週土曜日のオードリーのオールナイトニッポンの、スペシャルウィークゲストがヒロシさん。あ、そうなんです。ヒロシさん懐かしいですね。なんか相当なんかこじらせて、妬みをこじらせてるらしくて、テレビ出てる人に対して、はい、それをちょっとじっくり聞こうじゃないかっていう。うん、確かに聞いた方がいいですね。あと、軽減人数も聞きます、ね。いや、あの人絶対大出ますよ、だって。なんかちょっと ね、かっこいいですもんね。かっこいいし、だって、一時期、バーンと言ってましたから、ね、ホストとかもやってたから、ホストやってたんだ。昔そうですよね。だから結構、多いかもしれないですね。いいです。はい。楽しみ。わかりました。うん、じゃあちょっと、いっぱいね質問がね、はい、来てるので読みます。ラジオネーム、キモショ。若林さんはよく風俗に行かれるみたいですが、はい、良い風俗店と悪い風俗店を見抜く方法を教えてください。うん、あ、これはねすごい簡単ですね。スケジュール見て、うん、目当ての女の子がいるんですね、僕。はいはいはい、で、その子が、まだ予約埋まってないですかって電話した時に、はい、ボーイの対応がいいかどうかですね。これ、いや、それね、どう、正しいこと言ってるでしょ。予約していくの、若林さん。そうです。フラッと行くんじゃないんだ。あ、飛び込み派？やっぱさすが春日ですね。僕ら怖いの失敗したくないから。あ、そうなんですか。絶対失敗したくないよ。予約するんですか。新規のお店なんかはもうまず、本当にリサーチして、うん、口コミ見て。へ結構時間かかりますね、そう、行くまで。かかります。あ、そう。そこもひっくるめて楽しいから。あんまり流行ってる店だと、やっぱボーイが天狗になっちゃってたりする。どんな悪い対はどんななのよ。バードもね、電話出て。だから、今日ダメですね、みたいな。もう別にお前が来なくてもうちは儲かってっからって。そうなんですよ。ちょっと天狗になっちゃってる店。そういう店は良くない。いや、結局。女の子にも。女の子も良くない。なるほどね。うん、だってね、飛び込みなんか言ったら、それは外れも相当あるでしょ。まあだから私は、だからそこが、そのね、うん、スペシャルマッサージがあるかどうかっていうところなんで。そうか、ドキドキ感もひっくるめて。そうですね。だからこそ、当たりだった時の喜びが人しようと。こんなところに新しいエステ店がって言って。もうエステばっかりってんじゃん。いや、そう、だいたいエステなんで。コンパやってエステ行って。めっちゃ遊んでんな。めちゃめちゃ遊んでんな。で、23人くらい。いいだろ、大したことないくせに。いいだろ、入ってるくせに。一番多い。こんなの一番多いんだ。打率低いぞ、お前。ねえ。下だから私下なんだ。結局、ねえ、偉そうなこと言ってるけど、結局やってんのはエステじゃねえか。成功してんのはエステじゃねえか。そんなことはない。一番多いでしょ、こんなの。ああ、そう。え、若林さんは、どういう種類に行くんですか、はい、僕はね、その日にもよるんですけど、うん、まあ、普通のヘルス、うん、それから、まあ、デリバリー系、うん、のもありますし、はいはいはい、あとそうね、増野さんにちょっとおすすめしたい、その、ハンドヘルスで、ハンドヘルスっていうのがあって、うん、はいはい、ハンドだけになると、すごく女の子のクオリティが上がるんですよ。うん、あ、そっか、はい。間口が広くなるからね。女性が働くための。うん。でもあれみたいですね、山ちゃんにも、はい、俺はここの店もみんな買いからって勧めるけど、はい、友達の芸人が行った店に、はい、同じ店行きたくないみたいですね。あ、そうなんだ。それどうすか、俺全然ありです。全然ありだし。全然ありですか、うん、俺はあんま気にしないし、はい、なんだったら、若林さんが、はい、よく、お願いしてる人。そんな、いいんなら。それ同じ人でもいいってことですか？俺は別に構わない。お店どころか同じ人でもいい。同じ人でもいいし。もちろんそのね、若林さんどうですかと聞かないよ。聞かない。もちろんそこはもうね、ちゃんと、そこは守りますよ。でも想像しません？若林さんと同じ子だってなった時、若林さんも、あ、この手でとか。いや、でも、若林さんがいいって言うんだったらもう、そう、実績があるから、信頼でおけるじゃないですか。ああ、なるほど。多分、はいはい、こういうの嫌だなっていうのは絶対一緒だと思うから。はいはい。
いやでも一回あったんですよ、なんかビッグスモールンとか春日とライブ終わって、うん、あの深夜にヘルス行ったんですよ、うん、でみんなで出てお前の女の子どうだったって特徴聞いてたら全員一緒の女の子だったって、うん、夜だから一人しか入ってないから一人で切り盛りしてんだ、その子が回ってったって、俺はだからちょっとそれはちょっと嫌でしたけど、あ、まあ確かにね、あでも、うん、あの一緒になる人にもよりますね、人にもよる、人にもよる、うんうん、若林さんはいい、はい、山崎さんはやだ。なんなんでしょうね。なんですかと同じじゃないですか。わかるな。ああ。山里さんもちょっとやだ。本当ですか。なんかね。なんでしょうね。うん。なんなんかあんま無茶してなさそうというか。まあ、なんか綺麗に渡してくれそう。綺麗に使ってそうな。なるほどなるほどなるほど。なるほど、そう、めちゃくちゃされた後だとやっぱりそうですよね。あんまなんか何させられてるかわかんないから。キーパーグローブじゃないけど。あんま前ならまあいいよ。そう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 。まあ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 、なんとなくちゃんとマニュアルの中で、マニュアルきっちりお客さんとして、ね、気持ちよく、ね、渡してくれそう。だから、だったら別に。いや、その、ね、ハルドのいいのが、はい、ヘルスだとこっちも頑張んなきゃいけない時、アグレッシブな日はいいんですけど、うんうん、はいはい、滑りすぎて、反省しすぎて何もしたくない日があるんですよ。はい、マグロで痛い日があって、うん、その時にハンドおすすめです、ね。わかるぞ、結構じゃあ自分からアグレッシブに行く感じなんですね。アグレッシブに行く時もあります。そういう気分の時も。これはいい仕事した後は。あ、なるほど。調子乗ってるからね。調子乗ってる。腕あると思っちゃってる。それを沈める意味でも。それをやる権利があると思ってる。権利があると思ってる。わかるわ。あ、でも俺全然行けないんですよ。あ、そうですか。もう、恥ずかしくて。あ、なんか、いや、もう、そこにね、行く時点で、おかしい、もう矛盾してるんだけど、なんか、どっかで、あんまエロいと思われたくないし。いや、これあるんですよね。ね、俺もわかる、それは。なんかね、こう、ね、でも触れないというか。風俗上漫才っていうのをやった時に、アンケートで書いてあって、あ、それ見て俺気持ち改めたんですけど、あの何回も常連なのに、うん、二回目なんだよとか言うと、うん、女の子の待機場で喋ってるから、うん、あるあるらしいっすよ。数を少なめに言うって男が。だから、その先輩に連れて来られたんだよとか、なんか、言う人が多いとか書いてあって、でそうするとまた俺頭ごちゃごちゃして、うん、あんまりエロいとも思われたくないし。そうそう。なんででしょうね。あそこ行っときながら、エロいと思われたくないんですよね。なんか、なんやかんやあって、ひょんなことからここ来ちゃったっていうふうに言っちゃいそうそう。もうしょうがなしに来ちゃって。ガッチリしてる。予約までして。そんなに思われるわけないで。予約しときながら、もう予約っていうかなんかわかんないけど、迷い込んだ体で行きたいんですよ。予約してんじゃないですか。もうあれ、行くつもりじゃないのに、向こうからかかってくるようになっちゃいましたもん、俺。電話。誘いの今日はあの子入ってますけど、どうしよう。あ、もう時間時間はい、ということで、今日のゲスト、オードリーのお二人でした。また来てください。またぜひお願いします。ディミトリフロムパリスで沖縄ラブフューチャリング汽船、堀野。さあ、それでは、紹介しましょう。お友達の、オードリーの若林さんです。よろしくお願いします。お願いします。若林です。まあ、仕事ではね、はい、よく一緒になりますし、ね、はいはい、はい、まあ、今回は、はい、オードリーのお二人じゃなくて、はい、春日さんが、はい、まあまあ、はい、面白いボケを今やってらっしゃるという、何やら面白いボケを、そうですね、イタリアまで。壮大なボケを、はいはい、お金のかかった、はいはいはい、やってるみたいです。体を張ったボケを。今ちょうどビジネスクラスで帰ってきてる。あ、そうなんですね。はい、はい。ビジネスクラスで。クラスで。なるほど。はい。あ、じゃあちょっと結果も楽しみですけどね。いや、そうですね。なるほどね。で、はい、まあ、で、いつもはまあ、このラジオに来てもらうときはまあ、だいたいまあ、春日さんがメインで。点検をしてもらってるんですね。そうですね。松野さんに。だいたいまあ、で、うん、そこでまあ、はい、その、引率じゃないですけども、若、はい、林さんがその、はい、いていただくっていう形なんですけど、はい、今回はもうメインで。若林さんで。初めてですかね。で、やっぱ、ね、でも、他の仕事で一緒になるのって若林さんじゃないですか。はい、そうですね。で、大体まあ、こう、闇4だったりだとか、はいはいはい、アメトークの、はいはい、ああいう、ああいった企画。闇くくりの時は。闇くくり。一緒ですもんね。大体まあ、話すとしたらちょっとこう、静止臭い話が多いじゃないですか。そうですね。でも今日はせっかくなんで、はい、もっとこう、はい、素顔に迫っていこうと。いや、若林さんの。いや、そういうんじゃなくて、言ってもね、言っても、他の番組で話すときは、どっかで、武装してるんですよ、はい、我々。いや、まあそうですよね。ね。はい、ちょっと
コミカルタッチなんですよ。はい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 、はい。誇張したりだとか。はいはいはい。で、照れ隠しにわざと、下ネタに持ってったりだとか。はい、いや参ったなー。ね、卑屈な方に持ってったりとか言うけど、今日は本当にその、若林さんの、あ恋愛感だったりとか。結婚感。興味ないですよ、誰も。いやいや、もうそれはもう、だどこでも話してないでしょ。ですか言ってもね、はい、オードリーのラジオでも、はい、もしかしたらそういう話をしたかもしんないけど、はい、でも、春日さんいて、はいはいはい。ね、はい、のトークだから多少照れもあるだろうし、はい、いやじゃ武装してんすよね本当に俺ですよね、はい、僕もまあ武装してる部分があるから、はい、わかるからまあリスナーはやっぱり今日こそは今日こそは素顔に迫ってほしいなっていうのがね素顔なるべく見えないように、うん、MC の仕事増やしてるんですいや、俺、あれ、素顔で仕事できないですよ、ね。違う。若林さんは、はい、今いくつですか？僕36です。36でしょ、はい。そろそろ新しい一面を、いや、でも人間、人間らしい部分を、出していった方が、はい、そんな心理迫るんですか、今日。仕事が増えると思います。あ、若林ってそんな一面あんだとか、どっかでちょっとやっぱ、なんかね、はい冷たいイメージもあったりするあ。ありますね、あります、あります。はい、ね、ひねくれすぎているイメージもあると思うんですけども、はいはいはい、そんなことないぞと。あったかいぞと。そうなんすか若林だって、はい、愛を語るんだぞっていう。いや、ちょっと一番苦手かも。誰かの悪口言って帰ればいいんだと思ったら。違いますよ。そうじゃないですね。違いますよ、もう。それはもうそういうのはもう散々話してるじゃないですか。で一番苦手じゃないですか、マスノさんも。一番苦手ですね。もう。感動系やったことあります？ないです。ないですよね。ないですね。話も来ないですもんね。来ない。見えないから。子供たちと何か作るみたいな。ないですよね。ないです、ないです。いやー、それは避けてきてんのかな、もしかしたら。で、俺らも、はい、ね、例えばまあ、お茶することもあるじゃないですか。はい、この間とかも俺の作業場来てくれて結構朝まで喋ったじゃないですか。はい、朝まで喋りましたね。5時間ぐらい喋りましたね。結局人の悪口だったでしょそうっすね。二人っきりなんだとそうなっちゃうんです。はいはいはい、はい。やっぱこの場を、俺もだから知らないから、はい、ところで若林さんって、どんな恋愛してきたんだろうなって。ああ、話したことないですよね。ないですよね。ああ。なんか、ね、結局、なんかロケバスとかで聞いたりしても、はい、なんか風俗の話だったりだとか。はい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 、はい。ね、安い話だったりするじゃないですか。はい、そうじゃない。もう今日はもう、そう下ネタもいらないです。嫌だな。一番嫌ですね、そう考えると。下ネタって一枚バリアできるのかもしれないですよね。確かにそうですね。なんか。風俗の話とかは。強がりですもんね。強がりなのかもしれないですね。強がりですよ。どうなんですか？わかんないです。俺も慣れてないから、振り方がわかんない。いや、俺、マジで、どこでも聞かれたことないですよ、プライベート含めて。本当ですか？真面目な恋愛の話とか。いろいろ、なんか、取材とか受けるじゃないですか。いや、ないっすね。あ、ないですか？ないです、ないです。確かに。今までどんな恋愛してきたかとか、あ聞いたことないですよね。一回女性誌のそういうのは、やらなかったですもんね。やっぱ無理だから、ということで。無理だった。恋愛を語るなんていうのは。あるはあるんですよね。恋愛ありますよ。で、だから、はい、やっぱどっかでね、はい、僕も、そういう目で見てる部分あるから、はい、なんか、よく闇4とか言うじゃないですか。はいはい、坂上さんはまあ別として、大人だから別として、やっぱり若林さんと山里さんは、はい、ちょっと俺もう無理だろうなっていうのがあるんです。ね、視聴者の方にね、イメージしてる以上だぞっていう闇は。はいはい、あれはまだ、可愛らしいデコレーションしてるけど、ね、テレビ用に。俺だから、はい、そういう、本当に、はい、彼女といる時とかって大丈夫なのかなって、はい、笑ってないんじゃないかなみたいな。なるほどなそうっすね。ですよね。もう欠けてるっていうイメージなんです。今のところ。今のところ欠けてるってイメージですよ。あ、はいはいはい、女の人に対してものすごく、こう、冷たいというか、はい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 、どっかでも自分好きで付き合ってんのに、はい、なんかちょっとした行動に対して、はい、うわ、何こいつみたいな。いや、それはないんですけど。まあ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 っていう、ほら、付き合ってると、ね、そういうのもひっくるめて、はい、ね、こう、愛するみたいな、はい、って言うじゃないですか。はいはいはい。そういうのなく、はい、もうちゃんと確実に、はい、もう平等に他の人に対して、はい、同じ、なんか減点するというか。
いや、俺意外とそれはないんですけど、でも、男子校の、この年で男子校関係ないかもしれないです。どうしていいかわかんないですよ。例えば、うん、海に二人で夏の夜、うん、花火しに行ったとするじゃないですか。うん、で、これが同期の芸人とだったら、はい、例えば3メートル以上離れてくださいって花火があった場合、うん、じゃんけんで負けたやつから、うん、1メートルからお前は、うん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 、お前2メートル、俺3メートル、ね、悪ノリが始まりますよねみたいのがあると花火できるんですよ、うんうん、ただ普通になっていく花火はだそもそもそれはもう元々間違った使い方じゃないですかえ嘘その花火の使い方は間違ったってそもそも禁止されてるねいやちょっと兄貴、もしか、もしね。黙って線香花火できます女の子と二人で。えできないでしょいや、僕は、はい、したことはないです。今のところ、まはいはいはい、経験としてね。はい、あります？いや、だから、女の子と二人で花火しに行って、うん、結構前ですけど、うん、どう花火していいかわかんないですよ。どうはない、ま、火つけろよ。いやいや、火つけて持ってろよ。いや、真面目に火つけてシャーって出てる。乾燥乾燥。煙とかすげえ出てて、まともに食らってるんですよ、女が、ま。めっちゃ彼女に当たってるっつって。すげえ煙の中いるじゃんと思って。それは煙をこうやってどけてあげなさいよ。あ、こっちは風向きがこうだから、こっちに来な、みたいな。それが普通の彼氏。え、そう。で、それで、すげえ煙浴びてんのにすげえ普通の顔してんじゃんとか言えないじゃないですか、女の子に。言わない。俺、それがもう難しくないですかこんな。それはいい、それはいいじゃん。すげえ煙浴びてるね、でいいじゃないですか。いいですか？あはははみたいな。あーってなんのかな？あーあって、はい、それはそれとして、やっぱ、彼女が煙まみれになってるから、どければいいじゃない。いやー、できます。花火持ってなんか、女の子が、こう、残像でハートみたいの書いてんのなんそれって言っちゃいけないじゃないですか。俺も残像でハート作るやつとは付き合わない。でも真面目にやりますよね、女の子って花火。まあ普通に綺麗っつってやるんじゃないですか。いや、俺だからそれがもう無理で、だからちょ、うん、正直、松野さんにさっき言われたのもちょっとあるかもしれないです。ほんとやばいかもしれないですよね。やばいでしょ。真面目にご飯食べられないですよね。ですよねって言われても、いや、俺は真面目にご飯食べますよ。あ、そうなんですか？どういう、何なんですか彼女と真面目にご飯って普通に飯食うだけですよね。なんか、その、なんて言うんだろうな、演出しなきゃいけないじゃないですか、やっぱり。せっかく来たんだから。何すか、演出って。なんか、多分俺、若林さん、そもそも今さっきから言う、何々しなきゃいけないじゃないですかっていうの、なんか、あるんでしょうね、マニュアルが。いや、それ通ろうとしてるからじゃないですか。なんか、泣かしちゃったりしたことがあるんですよ、バイトとかしてて。はい。だから、なんかそういうのが分かんない。バイトとかしててない。あ、なんか。ああ、彼女の誕生日の日にバイト入れちゃって。はい、バイト仲間の女の子と全然付き合ってたりしないんですけど、はいはいはい、なんか、すごい頬骨出てる子がいて、うん、自分でギャグにしてたんですよ。はいはいはい。私、いやいや、アドレスが頬骨何々なのみたいな、うんうんうん。じゃあギャグにしていいんだみたいなことで。うんうん、なんかで流れで、うん、なんか、カンナで削ろうかみたいなことを、バイトの休憩中行ったら、急に泣いちゃったんですよ。うん。なんだろう。23歳だったんだ。確かに本人が言ってんだったらもうそこいじってありなんだって思いますね。ですよね。あ、武器なんだって思いますもんね、こっちはね。ですよね。で、なんかそういうのが、うん、なんか、その、どのぐらいのアクセル踏んだらちょうどいいのかがわかんないんですよね、うん、アプローチが。なんかバイトで電話したんですよ。明日何時ですかみたいな。で、このラジ、僕のオールナイトでもよくあるんですけど、ガチャ切りあるんですよ。向こうが話してる途中に切るみたいな。はいはいはい、男子同士だとやるじゃないですか。うんうんうん、で、バイトの女の子が、時間がわかったんで、うん、なんか喋ってる途中に、ガチャ切りしたんですよ。で、その後バイト先で号泣して泣いちゃってたらしいんですよね。うんうん、で、次の日バイト行ったら女の店長にめっちゃ切れられて、うん、でもガチャ切りっていうものがいけないっていうのがわかんないじゃないですか。それ、相手によるじゃん。だから、実はそれもあるんですよ。その距離感でしょ。ガチャ切りしても、いや、でもOKな信頼関係を築く、気づくべきなんです。気づいとけばいいんですよ。気づいてない。早い。ガチャ切り早い。ですタイミングがその人と ちょっと待ってですね、ま、松野さんね、はい、今ですよ、はい、休みの日がたまたまあったんですよ、はい、で丸一日休みで女の子と、はい、うん、まあ鎌倉の方行って、はい、ぜんざいみたいのを食べてね、うん、
もう全財みたいな言い方がもうちょっと全財を馬鹿にしてるもん。いやしてそれは全財を食べるっていうこと。それは良くないですよ、マサさん。俺は全馬鹿にしてるもん、全財を。鎌倉からちょっといじってるもん。もういじりに行ってるもん、車で。いじってないですよ。全財みたいなの食べて。全財でいいじゃん。全財なんだよ。みたいなのって言い方が全財と距離取ってるもん、だって。水族館風情に行って。ほら、おかしいもん。行くでしょ、それ行けばいいじゃないですか。生しらす丼ごときを食べて、花火なんてものを、はい、夜やる一日って、はい、真面目にできますそれ。真面目にってなんですか。いや別にそこに、ちょっとしたね、笑顔はありますよ。で、なんかこう、真面目に、なんか笑うの我慢できず、我慢せずにできます。何で笑うんですか。もうそのルートにもちょっと笑ってるんですか、そのコースに。だって、エイとかが、はい、ふわーって泳いできて、女の子が見上げてるんですよ。見上げるでしょ。上に行ってんだったら見上げるでしょ。ふわーって、裏面に顔がついてる。ふわーって、真面目に、ね。なんか俺一日、だから、なんか途中でなんかもう、その、ビッグスモールンゴンとかに、うん、なんか、やっぱ暴言吐きたくなっちゃうんだよな。いや、そう言うと、例えばね、映画面白ければ、言えばいいじゃないですか。すっげえ下向いてないあいつみたいな。それで。共感でしょ。言ってくれんのかな、女の子が。本当だねって言ってくれるのか。本当だねって。まあそこでまあね、あの、共感できるのかわかんないですけど。ああ、そうか。なんか。それを、A と彼女もろとも一括りにして、俺以外の鎌倉みたいになるからダメなんでしょ。ああ、それは彼女だってもしかしたら、ね、彼女も別に外からそこに鎌倉に来てるわけだから、はい、ね、あ、A コーナーなんだ、下向いてんだ、みたいな。はい。すげえ泳いでるって思ってるかもしれないじゃないですか。そうですよね。A ともう全部グループにしちゃってるもんだって、彼女を。彼女までなんか滑ってる感じにしてるでしょ。ダメですよ、それ。真面目な顔で見るんですか、また A を。バカリズムのオールナイトニッポンゴールド。ここで気象に関する情報です。広田さんお願いします。はい。先ほど9時20分頃、銚子地方気象台から警報が発表されました。木更津市、鴨川市など、千葉県南部に大雨洪水警報が出ました。千葉県南部に大雨洪水警報が出ました。雨のピークは今夜未明から明け方とされています。低い土地の浸水や河川の増水に十分に警戒してください。以上、気象情報でした。この番組はインターネットでも聞くことができます。パソコン、スマートフォンからアクセスしてください。詳しくはラジコで検索。バカリズムのオールナイトニッポンゴールド。はい、引き続き若林さんのね、はい、恋愛感についてなんでこんな回なんですか。いやもうこれは、はい、あの今までは、はい、いろんな括りで一緒になり、はい、ね、はい、闇4だとか、はい、いろいろまあ割と基本的には共感のスタンスでやってきましたけど、はい、俺今日若林さんを突き放します、はい、ちょっと待って。俺今日ここで、俺だけ、ちょっと好感度というか、あ、ここではっきり分かれるんだ、若林とバカリズムってっていう風にもなっちゃいますね。でね、薄々は、感じてる部分はあったんですよね。たまに女性の一緒の番組でタレントさんゲストとか行ったりして、はい、結構こうスーッとこう会話に、マスノさんしてるなと思って。うんうんうん、で、俺と山ちゃんとか横いますもんね、やっぱ恥とか。ああ。まあでも山ちゃん俺よりマシなのかな。そうですね。あの人はちゃんとそこ分けて、はい、結構女性タレントさんとかとも、こう、話してますね。そうですよね。うまくやってますよ。まあ、実際こうね、心の中というか、中身は真っ黒ですけど、そうですね。一応ちゃんと大人としてやってるけど、でも自分でももう怖いですよ、もう。で30代、うん、あの、初めの頃人見知り芸人出た時って30代ちょい前半ぐらいだったじゃないですか。前半ぐらいですよ。40代でこれ言ってたら、うん、
で気持ち悪いですよね。気持ち悪いですよ。俺もだから良くないなと思って。いや、俺だから辛いんだよな。だから俺も、最低限職場、ね、仕事場では、ある程度はこう喋ろうとか、やっぱコミュニケーション取らないと、ね、どうしても成立しない現場で、俺ピンだから、そうですよね。飛び込むしかないんですよ。そうですよね。慣れてった部分もあります。まあもちろん根っこにはあるんでしょうけど、恥ずかしいとか。でも基本的にはもう慣れはありますよね。だからもう、そこで多分徐々にこう、俺も意識してたから。若林さんもそこに今ずっとまだ、あの時と同じ若林さんですけど、ね、俺はもうちょっと。まだまだ、もう意識して。そう、もう、もう綺麗な体で俺40代迎えようと思ってるんですよ。みんなと同じ。綺麗な体で。綺麗な体で、もういろいろついてるから、真っ黒いものが。なんだろう、何がいけないんですかね。でもなんか噂によると若林さんなんか最近犬を飼おうとしてるっていう。はい。それどうなんですかそれ。犬飼おうとしてて。そう、どういう、寂しいんですか？なんか。諦めですかもう。いや、諦めてないですけど、なんか、犬、なんか自分以外の命が部屋にあってほしいなと思って、やっぱり。どういうことですか？いや、なんかいよいよ、なんか、何もすることなくて、家で。犬の立場になって考えてみたことありますか？そういうモチベーションで飼われる犬、はい。自分が犬だったとしましょうよ。いや、犬自体可愛いですよ。え、犬は可愛いですよ。みんな犬は可愛いですよ。はい。ね。はい。で、ペットショップでね、檻に入って待ってるんですよ。はい。って時に、もう本当に犬が好きで、とか。はい。ね、昔から。好きで、いつか一人暮らししたら私飼いたいんだっていう女の子。はい。たぶん犬幸せですよ。はい。ね。それと、なんか、自分以外の命、うんを、が家にやっぱあった方がいいなっていうぐらいの感じ。で、もう人間とろくに喋れねえから、最終的に犬に来たみたいな人に連れて行かれる犬。いや、確かに、ちょっと、偶の寝ない部分は、偶の寝も出ない部分あって、1時間、代々木公園で散歩できるっていう、店で犬を借りて散歩してたんですよ。リハやってんの？リハやったんですよ。で、もうめっちゃ楽しくて、犬と一緒に。で、あれ、話しかけてる人いるじゃないですか、犬に、自分家の、はい。それを突っ込んできた側でしたけど、はい、めっちゃ話しかけて。犬には思わないんですか？だって、A がふわーって泳いだだけで笑っちゃうのに、はい、うわ、すっげえ、他の犬の肛門嗅いでんぞ、こいつみたいな。バカじゃねえのみたいな。思わないんですか？犬はなんかちょっと無邪気に。すげえ何でも口にするわ、こいつ、みたいな。それはでも。ピーンってなるんですよ。ピーンってなりますね。嗅いどいて何もしなかったりするし。なんかし、なんか、何もねえのか。嗅いだ以上何かしろよ。いや、でも、なんか、で、俺結構話しかけてて、はい、そのベンチで座りながら、はい、しかしなんだよな、この間の収録みたいな。え、犬に。ほうほう。だから、そこいや、これは良くないなと思いました。もし買って、帰りますよ、もう。飼って、家帰って、俺のそればっか聞いてる犬かわいそうだなと思って。毛抜けますよ、多分、それ。そういうネガティブなものばっか。ところどころ。超かわいそうじゃないですか。俺も飼ったらもう多分もう結婚できないと思うな。若林さん。そうっすか。で、結婚体制に入ってますもう、なんだろう、腰の落とし方とか、マスノさん。もうずっと、それはもうずっと中腰ですよ、俺もう。マスノさんね。5年ぐらい前。いや、俺、一緒にさせてもらいますけど、俺とマスノさんに、ご飯炊いて味噌汁作って魚焼く女っているんですかね、世の中に。世の中に。いると思ってるからずっと中央しなしよ。いないってよかったらすぐ立ちますよ。今までいましたもんだって。どうせしてんすもんね。そうそうそう。もうそこはもうあっと、まあね、若林さんがそういえばお前そればっか言うなって思うかもしれないけど、ね、僕は同棲をしたことがあるんです。強いんだよな、カード。ピシャーって出してきますよ ね、そのカードを。同じ部屋で生活をしたことがあるんです。はい、はい、はいはい。まあ、愛し合っておりましたよ。やっぱそうですか？そうですよ。いや、俺同棲したことないからな。もうそこでも大きな違い。多分我慢できないでしょ？はい。ね？いや、無理なんだよな。一緒に住むのな。どこが無理なの？何が無理なんですか？何ですかね。ずーっと一緒に寝なきゃいけないんですよね。ん？毎日。いや、まあ、そう、寝るでしょ、それは別に。寝るぐらいいいじゃないですか。
一緒にね。同じ布団で。あ、そうですか。なん、もう、暑苦しいんですか？いや、膝とかが当たるじゃないですか。まあ、それは当たるでしょう。当たることもあるでしょうね。どう考えても当たる。膝どころじゃないですよ。別にな、いろいろ当たりますよ、それは。ですよね。うん、なんかそういうのなんか気使うのも嫌じゃないですか、寝るとなったら。え、じゃあね、はい、まあ、これまで、もう彼女とか、まあ、いろんな人とね、まあ、そういう、はいはい、ね、夜の生活、はい、はいはいはい。ね、行為になったとしましょう。はいはい。もう寝るじゃないですか。寝ます、寝ます。それいいんですか？一日だったら大丈夫です。あ、もうそういうスタンスなんだ、もう。はい、エロいことしといて。自分の欲求だけは満たしておいて、はい、ね。え、ちゃんとその人に対しての好意があるから、そういう好意になるんだよ。好意があるから、そういうことをするわけですよね。それはあるんです。それはあるんですよ。ですよね。はい。愛おしいから、やるわけじゃないですか。いや、だから結婚してる人に聞くと、うん、なんか最初の方を、なんか家に帰りたく、なんかなくて、うんうんうん、なんかぐる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 家の周りずっと歩いてたとか、言うじゃないですか。あれがもう一日で来る感じかもしれないですね。あ、そう。いや、結婚って、はい、なんか、ちょっと、俺の中で別なイメージがあって、確かにもう、はい、なんか、同性とかとはまたちょっとレベルが違うっていうのはわかるんですよ。なんか生活が縛られるというか。はいはいはい、はい。ね。はい、もう本当に家族になるから、はい、あ、そうやっぱそういうこともあるんだなとは思うんです。はい、はい、はい。同性で別に、ないですから、はい、俺はどこが当たろうと、はい、ね、はい。同じ布団で寝てどこが当たろうと別に、はい、あ、もうそれはそれで受け入れられる人間なんですよ。はい、あ、そうすか。いや、だから夜ね、トイレにもし起きたとしたら、うん、壁側に俺寝てるとした場合、うん、彼女が床側に寝てる場合、うん、あんまベッドを揺らさないように上を越えていったりしなきゃいけないじゃないですか。うんうんうん、そういうのを気遣っちゃうんですよね。ああ、それ自分があれだからですかね。そういうの気になるか、自分逆にされたら気になるか。そうっすね、そうっすね。あ、俺それが気にならないからだ。ああ、そうですか。寝つきがいい方だから。だから、本気で思ってんすよ。同じフロアの、隣の部屋に住みたいなって。うわ、本気なんですよね。うん。本気なんですね。で、それは、東京の電波だから、ちょっと大げさに言ってるとかじゃなくて。いや、俺本気なんですよ。で、フェアじゃないですか。うん、で俺、あ、だからなんか、今、会いたくないなっていう時には、俺鍵閉めてるから、ガチャガチャってなるじゃないですか。うん、開かないじゃないですか。うん、そしたら、諦めるというより、で、それは俺もそうなんですよ。彼女と会いたいなと思って、ガチャンってなったら、うんうん、諦める。ただ、スーって会いた場合は、二人で会おうって。あ、諦めるってなんですか？結婚してるわけでしょ？はい。お互い好きで、はい、ずっと一緒にいたいからっていうことでしょ？はい、はいはい。諦めるってなんですか？その、ガチャ、入れなかった場合、うん、あ、今彼女会いたくないんだな、俺に。なんか一人で何かしてる、うん。会いたくない。一人で何かしてんのか。ああ。自分が会いたくないってどういう時ですか？いや、だからなんか、その、一本グランプリで4本だった帰りとか。ちょっと一人で、ハイボール4缶ぐらい飲みたいな、みたいな。まあ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 。なんか、あの僕、うん、なんか俺って、なんかね、うん、あの、負の方に自分の気が、うん、うん、ぐるぐる巻いてるから、うんうん、人を踏に巻き込むところがあるなと思うんですよ。まあ、相手も、はい。なんか悪い方に行っちゃうなっていう。巻き込んじゃうような気がするんですよ。で、陽の人と会ってたら陽になるじゃないですか、うんうん、こっちも、うんうんうん。だからとんでもない陽の、俺の負を、もう消し去るぐらいの陽の人だったらいいんですけど。なるほどね。こんな話で大丈夫なんですか？俺でも、一個だけ、はい、これちょっと直さなきゃなっていうか、これ多分惹かれるかもしれないんですけども、はい、俺は風邪とかすげえ引く子大嫌いなんですよ。弱えって思っちゃう。いやでも俺分かる、マスノさんが、俺マスノさんがもちろん看病します、もちろん看病しますけども、基本的に何だろう、マスノさんが俺そう思うの分かるわ。足でまといだなって。極端な話、極端な話よ。極端な話。看病するし。いや、それはなかなかですよ、マスノさん。看病するし、絶対に俺は、心配もするけども、ああどっかで、体、いや、俺は、うすうす。引きやすいよりも引きにくい方がいいなって思います。俺はうすうす思ってたんですよ。やっぱ、自分にも厳しいし、うん、嫁にも厳しいですよ、マスノさん。自己管理って思う。
じゃあダラダラしたことか、ま、こいつ変なタイミングでこれから風邪ひいていくんだと思って風邪ってタイミングってあるじゃないですか。なんかお前ここで風邪ひくとか。俺は看病したいですね、そういう時は。本当です、本当です。あー、なるほど。ここだけ唯一。じゃあ結構、うん、自分のコントロールもそうだし、メンタルのコントロールもできる方が。そうそうそう。すげえへこむ人とか。すげえへこむ人ダメですよね。ダメダメです。うわーみたいな。うわ、なんで？なんだこいつ弱えとか。そこはまあ直さない。これから成長していかなきゃな。もちろんね、なんとかしてあげなきゃなって思うからこそ。はいはいはい、自分が心配性だからこその。成長していかなきゃっていう。そう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 。はあ、なるほどな。ねえ、ちょっとこの後、10時から全国ネットで引き続きお楽しみいただくわけなんですけども、はい、ちょっと若林さん、ちょっとあのもう今日ずっと終わり前に残っていただいて、はい、あ、そうそう、もう一人のゲスト、はい、ゆうさんが、はい、登場します。これちょっとこの後荒れますよ。そうですね。大人の女性が来るわけですから。めっちゃ怒られるんじゃないですか。俺ら多分ちょっともうズタボロされると思いますね、今日今夜。また苦手になっちゃった。いや俺ユウさんも偏ってると思うんだけどな。ユウさんはどうね。どんなでもなんか知ってそうじゃないですか、俺とかマスオさんに会う人がいるとかのいい方の情報を教えてくれたりするじゃないですか、うん、俺いつもなんか会うたびになんか怒られてる気がするんですよ。あ、そう、怒られてるんですか。なんかそういうのだから良くないのよ。ちょっとまあその辺もちょっと、はい、聞いていきましょう。はい、はい、ということで、一旦お別れです。この後夜10時から全国ネットで引き続きお楽しみください。ラジオネーム、デレクジーカーからのエロリズム論。28歳に見える45歳の美魔女より、28歳に見える28歳の女の方が良い。バカリズムのオールナイトニッポンゴールド。始まりました、バカリズムのオールナイトニッポンゴールド。有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで、夜11時50分まで生放送でお送りしていきます。全国の皆さんこんばんは。いつもは10時からなんですけども、今日は9時からやっておりまして、9時から日本放送をお聞きの方だけでしたが、ここから通常通り全国ネットで、放送していきます。9時からやっていたんですけども、そこでは、オードリーの若林さんをゲストに迎えして、もう今ここにいるんですけども、はい、紹介しましょう。オードリーの若林さんです。よろしくお願いします。お二人でね、はい、我々二人でいろいろちょっとまあ、話してて、普段なかなかね、はい、話せないようなことをせっかくだから語っていこうよということで、はい、まあそういえば若林さんの恋愛の話って聞いてなかったな。真面目な恋愛観、いろんな番組で、はいはい、なんかちょっと心の闇だとか、はい、人見知りがどうだとか歪んでる部分を話しても、実際若林さんっていうのはもしかしたらね、はいはい、もっと、まあ、普通にやっぱこれも恋愛もしてきてるだろうし、はい、ね、ちゃんとやっぱ女性を愛してきたこともあるわけだから、はい、ね、その辺のことを聞いていこうと思ったらもう闇だらけまんまじゃねえかよという。いや、よかった。なんか、ね、はい、女性と水族館に行くやつの意味がわからない。いや、そんな言い方。真顔で絵見るやつは頭がおかしい。そんな言い方してない。それはよくネットニュースのやり方ですよ、それ。手加数じゃないんだから。ダメですよ、松尾さん、それは。花火を黙って持ってる女、意味わかんねえ。ダメですよ、それは。よくない。二人きりで飯食ってたら規制を発したくなるとか。やめてください、タイトルで引っ張るの。ね、もう出るわ出るわで、なんかね、なかなかこうもうちょっとピュアな部分が聞けると思ったんですけども、まんまだったということで、ね、共感してる人はいないでしょうね、きっと。いないで、僕もちょっとどうなのかなって今までやっぱなんか共感しては来たけども、はいはいはい、ちょっとここに来てちょっと別れ始めてるかなみたいな、はい、まあ、僕もありますよ、いろいろ。でもマスオさんもおっしゃってましたよね、9時台で、え、女で風邪ひくやつはバカ。違う、よく引くやつは弱いと思う。読んでみたら違うんだけどな、言いたいことがってことなんだよね。まあそういうこともあって、はい、でこのあと、ゆうさんをお迎えしてちょっとやばいぞという、怒られますよね。
まあ、いろいろやばいです。聞いてなかったから、うん、いい顔すれば大丈夫です。いやなんかね噂によると後半はもしかしたら聞かれてるかもしれないという。いや後半あそこの部分ですか。そうあそこの一番やばい部分が聞かれてる可能性があるので、うん、まあいろいろね、はい、まあ、大人の女性としてこう意見をね。そういうか、まあ、教えてもらいましょうよ。はい、そうですね。ね、はい、そこも本当40になるから、はい、ちょっと俺は変わっていかなきゃまずいんで。いや本当ですね。はい、はい、ということで、小沢健二で僕らが旅に出る理由。